トーンも含めてこう見てたんですけど、やっぱりハマった選手来るんじゃないかなと。特にね今回あの結構拮抗してる感じするんですよ、選手たちの実力が、なので、課題一つ一つを解き明かして、フィットした選手が、まあ、栄冠をつかむのかななんて見てましたけどね。まあ分かんないね。でもね、まあそうですね誰が勝つかね本当に男女ともにね分からないですよね。まあ、あの男子もそうですし、特に女子は今回は波乱含みということで、また後ほど決勝戦に残っているそれぞれの6名を、ご紹介したいと思うんですが、さあ現在はオブザベーションタイムということで、それぞれ選手がルートを下見している段階ですけれども、昨日行われた予選を勝ち抜いて準決勝に進出したのが、男女それぞれ20名と、そしてその準決勝は、今日の午前中から午後にかけて、行われましたが、それぞれ男女は6名ずつこの決勝戦に残っているわけですけれども、4つの課題をこの決勝戦は登ります。競技時間はそれぞれ、4分、第1課題第2課題は男女1人ずつ同時にスタート、そして第3第4課題は男子女子の順でそれぞれ1人ずつがスタートいたします。この4つの課題をより少ないトライ数で、トップホールドを保持して完登できた選手が勝ちとなります。以上が、まあ、簡単で、ざっくりではありますけれどもルール説明をさせていただきました。さあそして、今度はですね、男子の挑戦、進出者をご紹介したいと思いますけれども、1位から渡部圭太選手、2位が山内誠選手、3位が杉本玲選手、4位が沼尻拓磨選手、5位が中野実選手、そして6位通過が楢崎智亜選手、以上6名です。そして、女子の方ですけれども、女子はトップ通過準決勝、尾上彩選手、2位が田島智子選手、3位が田島愛香選手、4位が太田梨沙選手、5位が小林由香選手、そして6位通過が戸田誉選手ということになりました。まず伊藤さん、はい、女子の方ですね、はい、聞きたいんですけども、この決勝戦進出の6名ご覧いただいて、注目選手何でしょう。そうですね、まあ、1位で通過した尾上選手は、まあ、ワールドカップの、ね、経験が豊富なので、いろんな、ね、課題への対応力という意味では、かなり長けている選手だと思って、まあ、優勝候補になると思いますね。あとは、まあ、全体を見て、見る選手は、まあ、リンクでも、ね、活躍する、まあ、安定感があるので、まあ、オンサイトの、ね、まあ、トライ数という勝負になった時に、まあ、個々 の、 そのオンサイトの、まあ、部分で誰かが分からなくなっていくので、やっぱりこう一発で落とすというのは、ね、ポイントになってくると思うので、そして平山さんに聞きたいのは、この男子の方ですけども、男子のファイナリスト6名選手をご覧いただいて、特に注目される選手は誰かですか。そうですね、一番のやっぱり注目どころは、今回まあ2連覇がかかっている、まだ一度もない歴史的にこうジャパンカップ2連覇がないので、山内くんですかね。山内誠選手で、やっぱりレイくん、やっぱワールドカップの活躍を見たら、やっぱこの2人のが動きっていうのが一番やっぱりこう注目どころなんじゃないかなと。で、まあ、若手ですかね、こう渡部くんとか楢崎くん、沼尻くんあたりがどうこう怖いもの知らずで勢いをつけて飛びかかってくるかっていうところだと思いますけどね。まあ、そんな中で中野くんですかね、30代唯一、まあ、僕らとしては本当にこう近い存在なので、頑張ってほしいかなと。頑張ってほしいですよ ね、はい、はい、わかりました。さあ節目の10回目を迎えましたこのボルダリングジャパンカップですけれども、今優勝者のお話も出ましたけれども、男子の方では過去9大会すべてチャンピオンが変わっています。そしてマルチ優勝はおるか2連覇もいません。ですから山内誠選手の2連覇、これはもう大会史上初めてという快挙になりますけれども、そのチャレンジになります。一方女子の方ですが、過去9大会はすべてが、9連覇を果たしまして、実はこの大会は歴史上野口啓代選手以外の優勝者は女子は出てないんですよね、伊藤さん。そうですね、はい、その中で今年は野口啓代選手初のね、はい、まあ、初優勝のね、まあ、栄冠を、ね、手にする選手が、ね、出てくるんでね、本当に、まあ、歴史が変わってくるというか ね、 はい、そういう意味では本当に、まあ、楽しみな決勝にはなりますよね。そうです、そういった意味では、ね、男子ももしかしたらこれ歴史を変える2連覇の山内くんが、
で今までのこの、まあ、2度優勝した、ね、選手がいないっていう歴史もあるんで、まあ、今回も、ね、あの初優勝を手にする選手がもしかしたら出てくる可能性も、ね、ありますね。あの今のようにですね、もうお二方、話したいときにもうお二人でもずっとお話をされても全然構いませんので、分かりました。ただたまにはこちらの方に向いていただくと、ちょっと私ちょっと寂しいんで、そういった感じでよろしくお願いします。はい、分かりました。見てますよ。ありがとうございます。で、ちょっと話を変えまして、伊藤さん、はい、今大会、まあ、10回目を迎えるんですけども、はい、日本代表を選考する大会でもあるわけですよね。そうですね。ボルダリングのジャパンカップっていうのは年に一度のね、もう一発勝負で、その年のワールドカップの、ね、権利を、決める大会になりますね、はい、そういう意味ではそのボルダリングの日本代表を決める大会というのはこの国内ではこれだけなんですよね。そうなんですよ ね, ですからどうなんでしょうか、選手の気持ちとしてはかなりこう高ぶるものはあるんじゃないですか。半端ないでしょ、もう1年かけて、まあ、この大会を目指してね、やってきてる選手がほとんどだと思うんでね、まあ、特にこう、まあ、決まってる選手はまた別だとは思うんですけど、はい、そのワールドカップ出場決まってない選手、その子たちにとっては本当にここがねもう本当最後の、ね、場所ってとこじゃないですか。そうですよね、すごいと思いますよね、その辺かける思いですかね、そのビリビリとした緊迫感をね、この決勝戦で皆さんも楽しんでいただきたいと思います。さあ現在オブザベーションタイムが終わりました。これから間もなく男女の決勝戦が行われます。男子の決勝戦、そして女子の決勝戦、今年は女子が誰が勝っても初優勝という、そんな歴史的な瞬間を迎えます。一方男子の方ももしかすると今大会初めてのマルチ優勝2連覇というところも見られそうです、はい、まずちょっと楽しみですね、うん、1課題目。そうですね、もうなんか選手が登っていかないとね、課題の全貌も見えてこないんで、まあ、なんか準決勝もね、始まる前にこうなんとなく見てた部分はあるんですけど、はい、それでもやっぱり予想を覆した部分、2課題目なんかはね男子の、関東がいなかったんでやっぱり始まってみないとっていうところね、分からないですよね。一瞬の静寂が包みます。深谷クライミングビレッジ、ひーちゃんに任せて大丈夫かい、慣れてるな、大丈夫、できるだけ、うん、はい、この決勝戦はまずは準決勝通過選手のランキングが下の選手から、順位が下の選手から登り始めます。それでは決勝を開始します。1人目の、レディースタート。さあ、ボルダリングジャパンカップ2015、いよいよファイナルがスタートです。皆さん大きな声援をお願いいたします。ボルダリングジャパンカップ2015、改めて選手紹介がクライミングレッジングで節目の10回目を迎えました。その中で決勝戦が始まります。小田誉選手は山梨県からのエントリー。まずは女子の決勝第一課題、決勝戦は6位通過、戸田誉選手。男子の第一課題は決勝戦6位通過、楢崎智亜選手です。さあ、やはり10代ユーネネ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 、楽しみですね。さあ、楢崎が勢いよく登っていった。
さあ、1位引きできるか。男子はこの次のムーブが。うまい、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 頑張れ、頑張れ。おいいぞ、いいぞ、いいぞ。おっ、おっ、お戸田選手、一撃。はい、いやー、思った動きとね、違いますよ、寄りかかって、ね、飛びつく動きじゃなかったですね。あの動きであれば、女子はやっぱり、この課題は、うわちょっと足がしてないと思ったので、男子に関してはやっぱ、まあ、左に行くところがちょっと悪いかなっていう印象はあったけど、その次だったね。今よくね、最後まで、最後のポイントね、行くところ悪いと思うんですけどね、ボーナスから。足がね、非常にこう、滑りそうで、心理的にも結構こういうやつがあると思うよね。もうスタートのね、フットホールとかもう薄くなくて、こう、実際見に行くとね、本当にびっくりするようなスタートのフォールと、まあ、あの難しさなんですよね。女子のファーストクライマー戸田穂れ、見事に一撃スタートです。素晴らしいね。男子のファーストクライマー楢崎智亜、もしかすると一撃かと思われたんですが、現在は2度目のトライをしようというところ。少しどうでしょうか、あの落ちた時に何かの左腕を気にするような仕草を見せましたけども、あ、そう、ちょっと痛めたんですかね。ありえますかね。少し時間をかけて今2度目のトライを行おうという楢崎。まあ、よくあるのはね、疲労っていう、まあ、疲労というか結構長い時間でしょうね。ちょっとかな、ちょっと疲れたかもしれない。あ、そうですね。なんか違和感がね、あるかもしれない。そうですね。少し顔をしかめましたけれども、先ほど1手目がポケットなんでね、左手だ、この左の肘の下ですね、ここをかなり気にしています。マッサージをして乳酸を今散らそうという動き、そして伸ばして、まあ、というのもこの決勝戦だけではなくて、この前に今日は準決勝も行っている、はい、で前日はまた予選もありましたからね、はい、かなり疲労もね溜まってきているところで、はい、まあ、傾斜的にはね、あのテクニカルなフットワークが試される課題に見えるんですけれども、かなりねこう保持的にも、まあ、かなりこう指の力もね必要なので、そういう意味ではね本当に指も疲れますよ、ね、そして残り時間を見ていますと、もう30秒を切っています。楢崎ちょっと指きちゃってるね、薬指のこの持ち替えが、ちょっとここは一旦やめといてもいい。そうですね。楢崎ここでタイムアップ。楢崎は第一課題クリアできませんでした。かなりね繊細に見えて相当、それでは第2組、足が悪い分もしかしたら手への、そうですね、負担が、まあ、足だけの意識ではなくて保持に集中するっていう部分も相当必要な課題なんで、まあ、あの持ち替えて横に出るあたりはかなり負担かかりますね、これは。さあ続いては決勝戦、女子の第一課題はセカンドクライマー5位通過の小林優香。男子第二課題、失礼、第一課題セカンドクライマーは5位通過中野実です。いずれの大会でもこのファイナルに、まあ、確かにこの決勝戦には5位通過となりましたけれども、あの平山さん、はい、中野選手は本当に準決勝を見せてくれましたね。そうですね、今この6人の中でフィジカル的な強さナンバーワンだと思いますね。本当こう、体、上半身 の, その安定感というか、そういったところでは抜けてるようなところはありますよね。ああ強い、やってくれる。うわー、ちょっと滑りました、滑りました。はい、今惜しかったですね。こう体の位置が変わるとね、惜しい。こちら小林優香です。変わると足もねまた滑りやすくなってくるので、ね、今惜しかったですね。今惜しかったね。うん、左にこう中野選手最後のホールドを取りに行くところで、まあ、右足のね乗せてる角度が変わってこう滑ってしまったんですよね、はい。
小林優香はこれが3度目のトライ。バイトさん、はい、小林優香の場合は昨シーズンは本当にそのワールドカップを1シーズン通して非常に安定したシーズンを送りましたよね。そうですね。そういった意味では今のジャパンカップ挑む気持ちも変わってきてるんじゃないでしょうか。そうですね。まだ彼女的には、今年はオフが明けてまだ間もなくて、あのボルダリングもこう、リードシーズンに向けての、うん、あ素晴らしいですね、まだまだこう自分のクライミングを上げていってるところでの挑戦だったので、はい、うん、その中で見事に完登リラックスで出れてる感じがしますね。そうですか、はい、やっぱね、リードがこう主体の選手だと思うんで、そういった意味ではボルダーっていうのは少しこう楽しめるのかなって気はするんだけどね。少しは気軽な気持ちで、僕なんかが出てた時はそういう気持ちでしたね。リードでこう勝負をしたいっていうところでね、多分ボルダーを高めなきゃっていう、そういうところの中で競技もっていうところなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、本当楽しそうだね。楽しそうゆかちゃん見てる限りで、ね、そうですね。今回の、ね、女子の、まあ、ファイナリストはリード主体で、まだ、ね、シーズンがに向けて、ね、トレーニングしてる最中で、まあ、この大会に臨んでるっていう感じなので、まあ、リラックスして臨んでる選手が多いですよね。まあ、リードは夏場から秋にかけて、ね、本格的なシーズンを迎えますからね、ワールドカップの方では、はい、まあ、そういう意味では確かに、まあ、まだ準備期間かもしれません。セカンドクライマー小林優香見事に完登、これで女子は2人連続で完登者が出ています。一方男子の方ですけども、中野実、ちょっとこの第一課題苦戦をしています。ファーストトライを見てみますと、平山さん、はい、なんかもうすぐに行けそうな感じだったので。そうですね、うん、2回3回と同じような感じで、もしかしたら足が滑ることに対して不安感を感じてて、今左手もう取り切れ、ちゃんと取り切れてない感じがするんですよね、はい、まあ、もしかしたらその辺のあれかな、やっぱりこう信じきれないところがあるのかなっていう、その右足の部分で、ここからですね、このね、ここそうですね、左手が届く、やはり足が厳しい、そうですね、はい、安定しません、届くあたりでね、またその右手で持ってるホールドの効きが悪くなってくるんで、すごく難しいです。ラストトライ。さあこれが最後のトライ。そうですね。はい。まあでも最初の動き、このポッケを取る動きなんかも。ね、最初の、長崎君に比べると安定感は抜群ですよね。まだまだ入り方が、ね、うまくいけば、そうですね、うん、可能性ありますよね。ここまではいきます。これは足が危ない、やはり足の踏ん張りが効きませんでした。中野、中野も残念ながらこの第一課題クリアできませんでした。男子はここまで2人が登り終えて、2人とも完登者が出ていません。続いての選手です。さあ決勝戦第一課題、選手大谷さん。女子に関してこう見てると、これはもうアテンプト、ね、この課題は重要になってくると思うので、一発で落とすか二発で落とすかっていうところだと思うんですけどね。で、たくまくん、ね、沼尻くんの方は本当指が強いんでね、こういうのどう登るんだろうって思っちゃうんだけど、そうですね、ダイナミックな動きが、ね、足がね、今もね得意ですからね、まあ、こういうじんわりいく課題をね、どうこなしていくかっていうのが、女子は太田梨沙4位通過、男子は沼尻たくま、こちらも4位通過、こちらが太田梨沙、そして沼尻たくまの第一課題。あとこういう、まあ、緩い傾斜のクライミング、足順とかもすごく重要になってくると思うんだけど、今はね2回目 の彼のトライはちょっとやっぱまずは右足を上げてからっていうところだったと思うんだけど、その辺が今うまくいかなかったかな。そうですね、スタートの足で乗せ替えてこう送ろうとしてるんで、やっぱ手のところまで、ね、上げないとちょっと、そうですね、そうしないとマッチが難しい、ね、厳しいですよね。リサちゃんの方はこれもしかしたら最初の2人がもう登ってるっていうのがちょっと若干プレッシャーになりつつあるのかなっていう気はしますね。今2度失敗してますからね。先ほど登った小林優香同様、この太田梨沙も昨シーズンはワールドカップのリードでかなり躍進した選手です。
あ、いいですね、沼尻選手気づきましたね。宇宙でクライミングしてるかのような茨城県出身の21歳沼尻ですよ。まあ、ここからですね、足の乗せてしっかり下半身に進み込んで、あ、いい感じで、あ、各選手今の時点でのその足の安定感なかなか定めることができません。左に移る時の右足が難しいですね、角度がね、体が右にあると聞いてるんですけど、左に行った時に右足が本当に滑りやすくなってくる。勝負は駆け引きです。最初からもしかしたら置く場所を考えて左に移った方が最後までね安定して取りに行けると思うんで、置き方変えたらいいかもしれない。頂点の方、頂点の方に最初から持ち帰るときただ不安定になるんで、ね、難しいですけどね。山口県の22歳太田梨沙、打って変わって今度は女子選手が残される形になりました。少し迷ってます。逆転か。伊藤さん、これでいいんでしょうか。あ、ちょっとこれはこれでいいんだけども、やっぱあそこでこう剥がれないようにね、やっぱり頑張らなきゃいけないところはあるよね。一度壁に入ってから入って、でゆっくりと立っていってドンって感じだと思うんだけど、まあ若干やっぱり回数を重ねて前の2人が登ってるっていうところが多少プレッシャーにはなってるかなという気がします。頂点に立つチャンスがあります。時間を気にします。太田スタートが違うかな。ここまでは2人が全てこの第一課題は完登しています。あ、諦めないでほしい。その中でファーストクライマーの戸田誉れは見事に一撃。諦めないでほしい。まだ時間は残されています。お、いいですね、いいですよ、いいね、いいですよ。あっちに飛びつくのはねちょっと難しいかな。あ、そうですか。上の方に行った方がいいですか。まあそうですね、設定はね小林選手がやったような、ボーナスに右手で入ってこうフラレを左手で止めるような、戸田選手のね行き方はまた特殊でしたね。そして、男子のサードクライマー沼尻選手でしたけども、途中から登らなくなりましたね。あ、もしかしたらあれかもしれないですね、力を温存しようっていうところでの判断で。4番手の選手紹介します。まあ、完登が難しいかなっていうところだと思いますけどね。そういう判断のことだったかもしれませんね。そして杉本レイ、さあ、いよいよこの第一課題ですね、後半戦に入ります。ね、一番の実力者といえばもう間違いはないと思うんで、世界を制した男子のサードクライマー10回目にして杉本レイ、女子のサードクライマー安嶋愛香、それぞれ非常に楽しみな選手が出てきました。まあ、今場内アナウンスでも紹介されましたけども、伊藤さん、はい、杉本選手はねワールドカップで優勝経験もありますからね。そうですね、集中力もね経験豊富なんで、こういう課題もねなんとかね、あ、いいですよ、いいですよ。あ、来た最後、来た来た来た、足が上がってきたようだ。なんとかしがみついて、あーちょっと左手大丈夫かな。まあ、あーその一足踏み込んでこれるか。 OK かな。ナイスナイスナイス、杉本です。おー、しましたねー。いやー、さすがの集中力、ね、杉本で一撃です。大きいですね、やはりこの男が今大会男子の第一課題4人目にして初めての完登者、しかも一撃、杉本玲でした。女子です。女子の第一課題4人目、田島愛香、準決勝は3位通過です。非常に華奢な選手、田島愛香。田島愛香、三重の16歳です。うん、ただ今の惜しいですね、ルートは正しいんですよね。そうですね、先ほど太田選手はその下の緑の方を狙っていきましたけれども、ただね戸田選手の行き方を見るとね、おっと、うまいうまい、ボーナスをゲット、ジャンプじゃなくてもいけるっていう ねセッターがちょっと想像してなかった動きもね、できそうなんで、非常に身軽、未だ見たことないがどうでしょう。身長154センチ、いや、ここからはね落ち着いていけば大丈夫だと思いますよ。来ました、いいですね、これが田島愛香だ。田島愛香見事に完登、
これで緊張感も少しは和らぐでしょう。ここまで女子は4人が登って3人が完登しています。その中で唯一の一撃は戸田穂選手。いい流れが今の選手から作られています。スタート。5番目の選手です。川島智子選手、そしてボルダリングジャパンカップ昨年の覇者山内誠。山内くんがここで食らいついてくれるといいんだけどね。この1課題目の滑り出しは相当重要ですね。もう裏では分かってるはずだからね。うん、決勝戦男子は5人目、2位通過の山内誠、女子の第2課題は2位通過田島智子。絶対的な実力のもと、彼はこの10回目にうまいね姿を現しました。頑張れ頑張れ。さあディフェンディングチャンピオン山内誠、いけるいける。これはいざいぞ。彼が力を変えるんです。山内誠、力強いガッポーズ。いや、この一撃は大きいですね。これは大きいね。うん、彼はねトライをしながらもう本当に課題に近づいていくようなスタイルではあるけども、ね、今回の課題は本当に何度もトライしてしまうと ね、 そうだね、繊細に見えてこう実はフィジカルの強い課題だから、まあ、今の一撃はね本当に大きいで、ちょっと頑張ってほしいですね。杉本山内2人連続で一撃。俺は2連覇に向けてはね滑り出しは良かったですね。どうやらボルダー女子の第一課題田島智子、もっともっと面白くなりそうです。地元埼玉の32歳、この後もね男子といえば渡部君もちょっと一撃で追いついてほしいね。そうです ね、 ね、うん、彼もかなりテクニックあるんで、ね、可能性ありますよね。この決勝に残された選手は鹿島さんとかこれ得意かなっていうようなイメージはあったけどね。一度ねスタートポジションにしっかり入ってしまえばその後の、まあ、ジャンプの動きとかはねもう得意なんで、ちょっとスタートが安定するまでがキーになりそう。うん、みんななんかこうスタート迷ってるんだけど、昨年はこの大会は4位に入った田島智子、まあ、昨年は旧姓の三上で出ていました。三上智子選手として出ていた昨年です。結婚して田島に変わりました名字が。スタートのこれは変わったスタートですか。ああそういうイメージもできるわけね。まあいろいろ試しながらね。平山さん、今のスタートというのはちょっとかなりユニークですけども、あれからまた上に行けるんですかね。多分最初どうなんだろう、なんかうまくいかなかったんでしょうね。本来のセッターの意図としているところが、それでちょっとこう多少深読みな部分はあるとは思うんですけど、ちょっとまあ彼女的にはこうイメージがあったような気はするんですけどね。今もね多分こう手を開いてスタートして足がそこに両足っていうイメージが彼女の中で大きいのかなっていう気がします。ここでもう一回ちょっとこう離れて遠くから見れた可能性がまたいいのかな。いろいろね、まあ、行き方をやるのも大事ですけどね。まあ失敗した中でもね、もうある程度そろそろ決断していかないと間に合わないですからね。まあいくつかやった中でこれだっていうのに集中してね、何回かやった方がいいですよね。まもなく残り時間30秒を切ります。元埼玉の鹿島、さあこれがもうラストトライになります。地元のファンからも大きな声援ですが、残念鹿島第一課題はクリアできませんでした。さあ第一課題は残すところ男女それぞれ1位通過の2選手、最後の選手の登場です。さあ第一課題最後は決勝戦1位通過の選手です。男子は渡部啓太、女子は尾上彩です。ナンバー B の20番渡部啓太、
平山さん、はい、男子はここまでは杉本、山内、注目の2選手が一撃ですからね、はい、それを受けてこの渡部がどう登るか。そうですね、もう渡部くんには思い切って一撃でもう何も考えずに行ってほしいですね。でこの前の2人をこう脅かす位置でいてほしいかなという気はします。で、まあ、あやちゃんなんかはね、やっぱあの本当に多分ある程度感じてると思うんで、みんなどんな感じで登ってるかっていうところで、ね、思い切ってここも行ってほしいかなという、まあ、一番ね今回実力の中ではやっぱあやちゃん、まあ、男子で言えばレイ君、女子で言えばあやちゃんかなっていうところが多少あるんでね、はい、ここはただこう順番が後になればなるほど課題の性質とか分かってきちゃうからね、そこもなんか結構みんな悩んじゃうところなのかなっていうところは。伊藤さんはね実際に小野井選手が教え子であるわけですし、そうですね、もう今年でね10年目になるんですよね、ちょうど10年目で、ね、一番伊藤秀和イズムを注入されているのがこの小野井選手と言われている、まあ、そうですね、初めて2ヶ月ぐらいの時からねもうちょうど10年目に入るので、改めまして準決勝の小野井選手の登り合いいかがでしたか。準決勝はね本当に、まあ一撃の、ね、能力を生かして、まあ、取りこぼせない2課題を、まあ、集中して登ったということで、順位はね1位通過でしたけど、またねもうファイナルはまた1からなんでね、渡部君来たわ。さあ来た渡部啓太、さすが決めてきたようです。渡部啓太も見事一撃、男子選手準決勝トップ通過、さすがにその意地を見せてくれました。いやー、ちょっとあやもね行き方発想もね、まあ、スタートポジションの2本テープが貼ってあるやつを両足乗っけるっていうよりは手と足で ね、うまく使うイメージがちょっとないと、これ難しいかな。今両足で挟んで、なんとなくそうだな、こういうのってどうなんだろうね、あ、今地面に足がつきましたが大丈夫か、マットに。岩場のイメージなのか、それとももう本当無になってこう壁の中で入ってみるとふっとこう入っていけるのかっていう気もするんだけどね、考えすぎちゃうともしかしたらハマっちゃうかなっていう。やればやるほどね、ちょっとそうだよね、難しい。明らかに準決勝とはちょっと違った戸惑いの表情を見せています。で準決勝が終わった後に小野井選手にいろいろとお話を聞いてみると、自分としても準決勝トップ通過は嘘と思ったようです、まさかと。ただ決勝戦はもうビリでも6位ですから、もう何も失うものはないという気持ちでまた楽しんでいきたいですというコメントを残していました小野井選手。なんといってもこの第一課題、まあ、これからずっとそれぞれの課題はラストクライマーとして注目を集めてのクライミングになります。まあ、なかなかこう準決で1位になってね、決勝取りでねこ うまく登るって本当にこう難しいことだとは思うんですけどね、でもぜひね、まあ、初めての経験かもしれないしね、彼女にとってはジャパンカップでこういうのも。さあ残り時間も刻一刻と、お、いいかもしれない、あ、いいよいいよいいよ、これはいいかもしれない、よし行こう。今最後ね、ようやっとこう、そうです、ね、飛びつく体勢に一度入れましたね。ここで小野彩タイムアップ、スタートのイメージに一生懸命なりすぎて次のイメージがついてきてなかったなっていう感じですかね。これだって思った時にはね、ちょっと次考え動きの意識がね、ちょっと間に合わなかったかな。もうでも全ての選手にとってはもうあれだね、次の課題がまたもうリセットで全てを忘れて取り付いてほしいよね。そうですね、まあ本当登り切った人も浮かれずに、失敗した人もあんまりこうへこまないでっていうところだと思うんだけど、男女それぞれ第一課題が終わりました。ボルダリングジャパンカップ2015です。これで第一課題を終えた時点で振り返ってみますと、
男子の方ですけれども、ここまでは杉本玲、山内誠、そして渡部啓太がそれぞれ一撃、まあ、もちろんこれからあと3課題残ってますけれども、この3名にぜひともまた注目していただきたいと思います。そして女子の方ですが、こちらは戸田穂真玲、そして小林由香と田島愛香、この3人が完投していますが、その中で戸田穂真玲が唯一一撃をしていますので、現時点では戸田穂真玲がトップということになります。男子の方では3人が一撃ですけれども、そのまま決勝戦トップに進んでいる渡部啓太がここまではトップということになります。さあ決勝戦第2課題スタートです。女子の第2課題です。戸田穂真選手、先ほどは見事に一撃をやってのけました。第1課題では唯一の一撃、戸田穂真。男子の第2課題、第1課題は完登できませんでした、楢崎智亜。さあ女子の第2課題、伊藤さん、はい、これはどう攻めていきましょう。ちょっとね、前半が難しいですよね。足が切れたところで、あの初手のところにね、足をしっかりフックしないといけないと思うんで、一度足がね固定されてしまえば、もう手はどん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 球体を掴んでね進んでいけると思うんで、はい、はい、男子の第2課題見ていきましょう。平山さん、はい、男子の第2課題どうやっていきますかね。そうですね、結構これは意外とシンプルかなっていう気はするんですけど、見た感じ、うん、今あの楢崎君がやった動きが一つあの柱になるかなと。で最後、まあ どうなの、まあ、今左で取りに行くところをね、まあ、右手をもう一回プッシュしていくのかっていうのはちょっと自分なんかも考えたんだけど、まあ、あんな感じで持ち替えて勝ちを取って、で最後はまあ押し切っていくのかなっていうような感じには思えたんだけど、最後の一手がまた難しいですよね、あれはね。女子はね、おこれ、あ、戸田穂真来る、これは予想してなかった。そうですね、ああそっちに足を上げちゃうと厳しいかな、これは。まだ若干15歳、山梨の戸田穂真、15歳ですか。ちょっとあれだね、やっぱ楢崎君、さっきので左手がちょっと厳しそうだね。スタートのホールド決して悪くないんでね、それで痛そうにしてるんで、ちょっと左手きつそうだね。いいぞいいぞ、そうだね、こっからなんとかパワーで、ここはそうそうそう、いい、体上がってるから、ああ惜しい、もうちょっと安定感が、そうだね、体のこう重心をグッと上に上げるような感じで取れれば、あの勝ちもねしっかりといけるのかなという。この女子の課題もやっぱりね、2つ目の大きいのがあまり効かないんで、その状況で足を上げるのがまず確信になりそうで、足が上がってしまえばね、なんかその後もういけてしまいそうな感じはするけど、なんとなく一つ目のスロッパーというか、あれを右手で、左手はでかいとこで右足をヒールかけたいところかなとは思うんだけどね。まだ左手をちょっとこうジャムっぽくスローパーの一番左端に持っていけたらいいんじゃないかな、なんでは思う。少しね、あの3つ目のねホールドとの間に少し、そう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 、決まると少し甲の部分がね、そうそうそう、摩擦で若干そうすると持ちやすくなるんでね、右足決めやすいのかなっていう気は。まあ、男子はこのボーナス取るところは一つ山場だね。もう本当にこうぶっとこう腰を入れて距離を、まあ、重心上げていかないとっていうところなんだけども、まあ、ラストトライのチャイムが鳴りました。ね、そう、左手をもうちょっとここで頑張ってボーナスまでいくか。想像以上に、まあ、左手こう保持しているように見えて、まあ、かなり
まあ、右手で支えてるような感じなんで、ね、なかなかね、うんうん、もう少し安定感左手で、ね、出さないとちょっと足が、うんうん、上げられないっていう、まあ、難しいですね、あそこは。ちょっと2課題目は両者ともに厳しそうに見えますけど、中野くん楽しみだね。いやーこれはね、体の力でいってほしい。なんとなく、うん、タイプ合ってるような気がします、うん、合ってると思う、うん、あのガストンからのね一手も強いと思うんで。男子の第2課題は中野実、女子の第2課題小林優香です。ゆかもこのホールド、あ手が滑る。そして中野実、今体の力でというお話もありました。そう、体のパワーがあるんでね、このあたりも保持だけじゃなくて、こう下半身だったりとかポジションをね、あのしっかり作る体の力が試されるんで、はい、ん、足送り結構実は悪いんだね。楢崎くんがひょこひょこやったからね。そうですね、難しそうにやってなかったの、うん、まあそういう意味ではね、まあ楢崎智はまあ惜しかったのかな。1課題目もね本当に惜しかったんでね。いやー、あの2つ目の球体かなりつかみどころがなさそうな。ただこうなんか上りを見てるとね、すごくこう技が必要な、まあどう足をフックしたら保持できるのかって見えるんですけど、実はこう強い選手だとね、シンプルに保持していってしまう可能性もあるんで ね、 そうだよね。中野くんがうまい、この右足のフックうまかったですね、今のね。塔がかかってボーナスが取れそう、取れるか、あっ、小林優香トライ数を重ねてもう一度やり直し、この半球体のホールドになかなか手が出ません。そこだ、あやはり足が、見た目はね右足を上げてほしいと思うけども、まあ、あの自分から見るともう顔の横にあるような感じで ね、なかなか上げられないんでしょうね。あれはなんとなく右足が上がると今度左、あの右手もちゃんと寄せやすくて左手も出しやすそうに見えるん で、3つ目の球体まで行ってしまうと、もうその後も、うん、まあ、体の位置もねさらに安定してどんどん行けてしまうようなイメージはありますけどね。そこに入るまでが難しいですね。結構疲れそうだねこの球体は。疲れますねこれは、これはあの平山さんご経験上どこが一番疲れるんですか。これまあもちろんこう前腕でバッて押さえてるところは疲れるんですけど、体全体で押さえてるこのイメージがあるんですよ、だからもうこう持ってる間ずっとこう力がこう、はい、上半身に胸の力もね相当使うと思うんで、そうなるともうトライ数を重ねれば重ねるほど、そうですね、かなりこの後ね、疲労がたまりそうですけれども、苦戦している小林優香です。もしかしたらまだ優香ちゃんそこまで力がこう入りきれてない感じなんで、こんだけのトライ回数を重ねられてるのかもしれないんですけど、ちょっとこう持て始めてくると相当体に響いてくるんだろうなとは。一方男子の方を見てみますと、中野選手、伊藤さん、はい、あのこのパワフルな、ね、体でいくかと思われてるんですけども、なかなかちょっと進みませんね。そうですね、見た目はねやりたい動きは本人も分かってると思うんですよね、ただこうもう指が開いてきてしまうという点でもうトライ重ねてきてるんでね、こっから高度上げるのは相当難しいことだと思うんですけどね。ただじわじわと回を重ねるごとに進んではいます。ここまでも先ほどは来ました、なんとか左足だけの状態で、うん、次の動きを考えるとね寄せたいですよね。やっぱりこのアンダーのところにこう重心をグッと持っていくような感じで、ね、
そうですね、まだまだ重心が離れてるのかなっていう感じはするから中野実残念ながら完投ならず、まあ、左足の状態で寄せないと次の動きがそうだねそのままいけないですからね、うん、そのいけないですね小林優香完投ならず3のここまで完投者が出ていない第2課題です男子3人目沼尻拓馬女子3人目太田梨沙です沼尻くんがこういう課題どう登るのか気になるんだよねもともと沼尻選手というのは平山さんどんな印象をお持ちですかもう指が強くてこうバネとなんだろうな軽さでビョン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 こう飛ばしていくっていうそういうイメージなんでこういうこうどっしりと体で積み込むような登りはどうなのかなっていうところはそうですねまあ保持するのもねこうしっかり保持していかないといけないような設定ではあるんでまあ本当にどういう登りでね攻めていくのかな特に球体の後とかはねかなりそうだよねちょっとこうイメージになかなかない動きではあるんで、ねうん、ちょっとこう、まあ、苦戦してるとこ見てるとやっぱそういう登りとフィットできない感じかなっていう気はただこの上の価値を持った時にはもうすごいだろうなっていうイメージなんですねうんそうですね、うん、沼尻は第一課題は完登できませんでした女子の3人目太田梨沙、okay. 太田梨沙も第一課題完登できませんでしたそれを受けての第2課題です女子はここまで第2課題は戸田誉そして小林優香共にクリアできていません男子の第2課題ここまで3人目ですが過去2名共に完登できていません女子の、ね、課題もおそらくセッターのイメージ的にはこうシンプルに保持していくようなまあ、フィジカル球体をこうガシガシパワフルに超えていくような設定では作ってると思うんで、まあ、後半の選手が、ね、何人かは、ね、こうシンプルな形で、ねまあ、超えてくるんじゃないかなっていうふうに、思いますけどね伊藤さんからご覧になって女子のこの第2課題ですけども太田選手のまあ上りとフィットしているのかどうかそうですね太田選手はどちらかというと指先が強くて、まあ、こう体全体で抑えるような動きはどちらかといえばスタイルではないのでちょっと、まあ、彼女からするとパワフルに感じているとは思うんですけどホールド的にも指先で持つようなちっちゃいホールドとかとてつもなく強いですから ね課題によっては本当に得意だと思うんですけどこういうスローパーはねちょっと苦手かもしれないですよね、うん、トライもね続けられないんですよねこれもね本当に疲れてきてしまうんで女子の登りのイメージでいくと、ね、結構これは厳しいよねそうですね上げてパワー絶対的に2つ目の球体が持っててないと足がねちょっと決めづらいですねそれこそプッチョみたいなねそうですねパワーがないとなかなかスローパーは、はい、ホールドできないかもしれませんさあそしてこちら男子第2課題に臨んでいる沼尻もうスタートもきついこれはやはりちょっと平山さんの見立て通りこのパワー系ですねそうですね沼尻選手かなり苦戦していますうんどうしてもねフィットするフィットしないっていうのはね出てきちゃうんだけど、まあ、その中でもこう不得意なものもなんとか持っていけるような選手になれるとワールドカップなりジャパンカップなりで常にいい成績を、ね、そうですね今良かったね、うん、今ねうまくよくね持ち替えましたけどねここでタイムアップ男子3人目沼尻拓馬完投ならず女子3人目太田梨沙完投ならずさあここまで男女の第2課題を見ていますとまだ完投者が1人も出ていませんその中でこの後3人出てきますけれども男女それぞれ一番この、まあ、男子でいうと平山さん、はい、この残り3人で誰が一番フィットできそうなんですかこのルートではまあ3人とも何か僕はやってくれるような気はするんですけどあ、まあ、中でもやっぱりレイ君あたりは
番ね、一番こういったものを安定感を持ってやっていくのかなって気は。今ちょうど登っているのが杉本玲です。あ、田島さん来ましたね。女子4人目第2課題、田島愛香、先ほどは第1課題クリアしましたが、あ、そう、一撃か、一撃行きそう、さすが、おい、すごい、いや、やっぱり普通に保持してきましたよね。そうだね、うん、やっぱりね、あそこは動きというよりはもう、もうあの球体を持った時の感覚が全てですよね。その後ね、ちょっと苦しそうだったけども、伊藤さんにお聞きしたいのは、ね、田島選手は決してパワーがありそうな感じじゃないんですけれども、なんであれだけ身軽に一撃できたんですか。そうですね、まあ、あの2つ目の球体の保持した感じがこう、まあ、しっかりフィットして、足を、ね、上げる柔軟性はすごくあるんで、はい、うん、まあ、その両方が合わさって、まあ、多分設定の、ね、ヒールフックするところまで行けたので、まあ、その後は、ね、もう問題なかったですよね。なんかあれだよね、女子の中でもやっぱ飛び抜けて指先のコンタクト強いん で、 いんで、ね、だから、まあ、他の女の子たちもこう細かいの強いんですけど、もうそれを上回った強さを愛香ちゃんは持ってるんですよ。でなおかつそ の、 あの柔軟性ですか、はい、そこはもうピカイチだからね。そうですね、まあ、女子の中でもピカイチって感じなんで、うん、保持することに関してはかなり、うん、田島愛香見事に2連続完投。さあ男子の4人目杉本で、まだ男子では3人登ってこの第2課題1人も完投できていません。まだボーナス保持もない状況ですね。あの黄色いテープが貼られているところがボーナス、パソコンまで手が届けばボーナスポイント獲得なんですが、まだ1人もここまではボーナスポイントすら行ってません。先ほどの第一課題はこの杉本から炎の3連続完投、3連続一撃が出ましたけれども、この第二課題はどうか。さあ杉本、意を消したかのようにテンポよく頑張っ、いい感じで来てる、いい感じで来てる、あー今ホールドしてる、まあ、球体のホールドの保持の仕方はかなり安定感出せるようなところまで持っていけたんですけどね、体の位置も。そうだよね、もしかしたら違うやり方もあるって考えられる。右手をマントル返す、こっちに、2つ目のホールドに、あー押さえて、厳しいね、やっぱりあれで取ってから、まあ、マントル返すなら、ま、なんとなく分かるけどっていうところだよね。だ、まあそこはなんとかこう重心を上げてって、こう、まあ、あの次のボーナスホールドに重心持っていくっていう感じだろうな。結構あの球体をやっぱり寄せる時と寄せた後、まあ両方のホールドの保持の仕方をしっかり安定させて、ることに集中しないといけないんで、その後見上げた時にね、少し、まあ、ホールドが、まあ、距離感じ、まあ目線がちょっと見えづらいっていうかね、少しこう思ったよりも壁の内側からこう手を出すんで、少し視野がねちょっとずれちゃうっていうかね、キャッチするの難しそうに見えますね。これはこっちから見るよりも ね、選手側から見ると、確かに、うん、まあでもレイ君いつもねこう打ち込んでってだんだん距離を上げていくんでね、まあちょっと時間終わっちゃったんだけど、悔しそうな表情を浮かべました杉本。この第2課題は完投できませんでした。さあ男子女子それぞれ第2課題は残すところ2名ずつ。まあもうでもこの後半の3人、まあね、山内くんにしても渡部くんにしても力、さっきのね第1課題の登りっぷりとか、やっぱ決あの準決勝の登りっぷり見てると、まあ、2人は力を持ってるんでね、ここは山内くん軽いな。くんは、まあ、この後なんか腹の底から絞り出すような動き得意だから、止めてくるんじゃないかなこれは。あ、距離がやっぱり、うーん、体がこう下の傾斜に潜ってるんで相当、引き上げるだけでも ね、実はこう難しいですよね。来た来た来た、女子の第2課題来ましたね。鹿島智子
力強い32歳の登り、ボーナスきました。あ、うわー惜しい。右手のあの勝ち星が結構あるんだね。ちょっとあそこは我慢して、そうだよね、今ね、やり上げて、ちょっと保持するの途中でやめてしまったから我慢しきって、もう左足上がってしまえばね、もうあとはいけると思うんでね。男子の5人目、第一課題は見事一撃、山内誠。まだ男子の方は第二課題、完登者が出ていません。女子の第二課題、ここまではこの鹿島選手の前の田島愛香が唯一の完登、しかも一撃。鹿島選手もね、あの2つ目のホールドしっかり保持できてるんで、まあしっかり休んでね、もう2発目でね、これは決めてほしいですね、はい。さあ山内、この筋骨隆々の腕を保持するかのように力強い登り、さあ、手が届かない、押し戻されちゃうね、距離が相当、我々が見ているよりも選手からすると距離があるように見えるんですか。あと、まあそうですね、左足を蹴ってこう体の位置を上げづらいというか、まあ突っ張って効かせてるんでね、こう球体を、なんで、でも突っ張ったままは届かないんで、もうかなり左上にこうカッと上がっていかないといけないんですけどね、足位置的にかなり難しいですね。あーちょっと、先ほどの田島愛香に続いてこの鹿島選手も完登を狙いますが、ただボーナスは取っています。結構見てる感じだと山内君厳しそうな、厳しそうなね、本当にあの球体からがね、まあそこまでもね、いや昨年よりもよりフィジカリーな課題になってる感じがしますね、技だけではなくて。ラストトライ、わー惜しい、手がかかりましたが、山内誠、鹿島頭を抱えて、今最後違う生き方でね、本当に彼にとってはそれが、そうだよね、正解ムーブでしたね。山内誠完投ならず、鹿島智子も完投ならず。さあ第2課題、最後のクライマー登場です。いやーいやもうね、これがもう、まあ優勝するにはね絶対外せない課題なんで ね、疲れる前にこういければいいと思いますね。これ得意だと思いますけどね。女子の最終クライマーは小野江彩、男子の最終クライマーは渡部啓太、第2課題、いいね、いいですね。さあ小野江、うまいうまいぞ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 、強い強い、来ました。いいねいいね、伊藤さんの注文通り、ここでね、まあ、あの最後まで分からなくなってきました ね、 そうだね、これで分かんなくなったね、課題によっては分からなくなってきましたね。小野彩見事第二課題は一撃、そうですね、このまあセッターも想定してた感じですよね。渡部くん、ちょっとここは思い切っていってほしいところだけど、
第一課題は杉本、山内、そしてこの渡部が一撃、そしてこの第二課題は杉本、山内は共に完登できていません。ですからこの第二課題渡部が完登すればかなり大きなアドバンテージを見ます。いやもう一気にね差がつきますからね、はい、もうチャンスですよ。まあ足ぶらで、あこれちょっと無理かなっていう感じで、まあ表情そういう表情してたんでね、まあ多分次はヒールしてくるかな。足上げて、うん、来ましたね来ましたね。あー頑張れ頑張れ。おうまいうまいうまい。残り時間1分を切りました、まあ、ヒールは絶対条件で、その後上半身の位置がしっかり上がってないとちょっと次の行っても次取れないよね。そうですね、掴みきれないは。三重県勢が非常に元気、女子では田島愛香、そして男子ではこの渡部圭太。この渡部も現在はトップを並走中、2連続完登を目指す渡部。頑張れ頑張れ。渡部圭太もこの第二課題を落とすことはできませんでした。第二課題男子すべてこの第二課題を攻め落とすことはできませんでした。女子の第二課題田島愛香、そして尾上彩、2名が一撃を成し得ています。さあ第二課題終了時点のまず女子を見てみましょう。1位はここまでは田島愛香、2完投7トライ、2位は尾上彩、同じく戸田誉れ選手が2位に並んでいます。男子の方ですけども、ここまではトップは渡部圭太、そして、あ今3人がトップに並んでいるという状況ですね、渡部、山内、杉本がそれぞれ、1完登をしていますけれども、まあ、このままいけば、まあ、カウントバックもありますしね。そうですね、はい、まだ分かりません、前半が終わったばっかりです。これから第3課題そして第4課題、さあいよいよ第3課題です。3課題目からね、あの男女交互に1人ずつね、はいはい、進行していきますね。高橋選手休む時間もね長くなってくるんで、そうですね、はい、まあ、ここで位置取りセットしてまたフレッシュな状態でね、3課題目4課題目臨めると思うんで、まだ逆転がねもうありますからね。お客さんからしてもかなり見やすい状況となっています。3課題目4課題目を交互にやるというのはワールドカップもそういう感じ。基本的にはワールドカップの場合は、まあ、同時に4課題目まで、今回は、ね、会場の、まあ、観客の方の、ね、場所もあって来ましたね。楢崎頑張れ頑張れ、これは決めたいぞ。
ここまでは関東がない楢崎、頑張れ頑張れ。それで足を上げるか。お、うまい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 、頑張れ頑張れ、勝負だ勝負だ、うまいうまい、頑張れ頑張れ頑張れ、きたきたきた、うまいうまい、いやこれは大きい大きいね。楢崎、この第3課題見事一撃、今日初めての完登となりました。さあここで楢崎が来ました。現時点ではトライ数では並びました、トップと、失礼、完登数では並びました。さあ男子の2人目、第3課題は中野実。まずは男子の方から6選手やるようです。その後に女子の6選手を競技するという流れになっているようです。続いては男子、この第3課題2人目、中野実。中野はここまではまだ完登がありません。いやこの4つ並んでるホールド、さっきね、あの触りに行ったんですよね。とんでもなく細かいですよね。そうですか、はい、これは得意不得意かなり、もう保持するだけでも大変なので、その状態から飛びつくまでのそのダイナミックな動きに、あの移るまでもね、相当、まあ、持つことがちょっとうまくフィットしないと、まあ、ランジまでいけないっていう ね、相当難しいですよね。先ほどこの中野選手は体の力はあるというふうにお聞きしたんですけども、指の力はどうなんですか伊藤さん。いや指の力もね、強いよね、相当強いっていう噂ですよ。そうですか、はい、相当ということはこういったホールドは大丈夫そう。強いと思いますよ。強いと思いますね。いやこの後も強いんじゃないかなと思いますね。ただ少し楢崎選手の見るとトリッキーだね、ね、生き方だったんで、よくあれでね引き出したと思うんでね、すごい、あれ気づかない選手は多いんじゃないかなと思うので。お、ちょっと今小首をかしげました。中野これでいいのかな、平原さんこれでいいんですか。これで、うん、これでそうですね、もうさっきの楢崎くん見てるとこのままね、あの右手の位置がちょっと違うんですけど、持ってってたんで、これでゴリ押していくしかないのかなっていう気はするよね。もうあとは気合でも登っていくしかないと、ね、もう最後までもうこれを登り切るっていう、そういう決意みたいなものを持って動きに入っていかないといけないのかなというふうに思いますね。簡単にね落ちれちゃうんだよね、もう簡単にというか、そのちょっと気持ちが切れちゃえば、ここを最後までもうじわ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 上げていくしかないんで。またちょっとメソッドを変えてきました。また戻しました。中野この状態でね、まあトムはうまく左側を ね、あのこう効かせてこう入っていったんで、ホールド、まあ、右上しか持たないと結構入っていくのが向き的に難しいのかなと思う。ちょっとトリッキーですね、ここの行き方が ね。いけそうだったね、でもね、今もね。今のいけそうでしたね。今ダメージ大きいんじゃないかな、あんだけ長時間いたんで、ちょっと前を取った方が、もう次ラストトライぐらいの気持ちでいた方がいいね。そうですね、時間もねかなりないと思うんで。そうだね、ギリギリまで待って、これが、ラストトライになるでしょうね。まあ、自分の中でもこの第3課題をクリアしないとちょっと上位進出は無理だなというのは分かってるはずですからね。そうですね、さあどんな気持ちでこのラストトライに臨んでいるか。中野
叱らなく壁から落ちてしまった中野、この第3課題もクリアできませんでした。中野ここまでは決勝戦完登なし。男子の第3課題、楢崎智亜がここまでは1位。沼尻選手は楽しみですね、これ。ホールド的にはね、一番予想外な最後のマントルももしかしたらヒュッとヒュッといっちゃうかもしれない、ね、勢いでヒュッと返すイメージもあるんで、まあこれはチャンスな課題じゃないかな。第2課題は苦しんだ沼尻、第3課題3人目。沼尻はここまでは完登なし。1回目頑張ってほしいですね、これ。あ、ちょっとネガティブ入っちゃうとね、ネガティブ入るというのは伊藤さん、もうちょっと厳しいだな、厳しいかなっていう気持ちになっちゃうと、そうですね、なかなか登れないルートですか。そのやっぱりこうホールドのファーストコンタクトでグッと保持しに行けると、次もどん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 ね、ポジティブに持てる、同じホールドが続いてますからね。あとやっぱりこうトライするときにもう一回一回やっぱりガッとこう集中していかないといけないとは思うんですけど、なんとなくこうふわっとこう入っちゃってるかなっていう気は。まあその分ね、こうリラックスしてるんで、まあ柔らかく動くような動きの場合はね、あの有利に働く部分もあるんですけどね。カリカリいくやつとかね、押し切っていかなきゃいけないものではこれ前半はちょっと我慢。そうそう、まあ、あくまでも第一印象ですけども、ですよね、この沼尻選手というのはこうあのファイトとかガッツを前面に押し出して登るというよりはひょうひょうと、そうですね、いつの間にか登っているような ね、そういうタイプも見えますが、平山さんどうなんでしょう、この決勝戦のもう後半戦になってくると、はいはい、選手 の、 そのメンタル面、フィジカル面、相当来てる状態になってますか今。そうですね、あのどうなんだろう、準決勝のダメージがどれだけ選手に今残っているのかっていうのと、まあ、でも比較的この休みは取れてるのかなっていう気はするんですよね、その辺でどうかな、普段のトレーニングでボリュームを持ってやってる子なんかは、まあ、あんまり問題ないんじゃないかなと。その代わりやっぱり体のキレで勝負してる子たちは結構来てるのかなっていう気もしないでもないかなって気がします。平山さんご自身、まあ、リードがね、結構メインでしたけども、はい、そのリードの大会でも例えばワールドカップとか、はい、まあ、決勝戦の、もうあのもうこれここでこう順位が決まるんだという時というのはどんな気持ちで登っていらっしゃるんですか。まあ、そうですね、もう全身全霊でもう一つの課題一つのルートに全てをかけていくっていうところで、まあ、リードの場合だと一つの失敗がもう全てが終わるんで、あのもう自信を持って行っていってもうこなしていくって感じでしたけどね。まあ、ボルダーも見てる限りだとその辺のこう自信というかね、あのメンタル面のコントロールがうまくいく子はやっぱりすごく勝負強いなと思いますよね。やはりメンタルですか。まあ本当ね、この場に来たらもうそれ以外にはないのかなって気はするんだけどね。あの細かいテクニックもちろんあるでしょうけど、やっぱり最後ある程度行って押し切っていく力とか、そういったところはもうメンタルなのかなっていう気はしますけどね。まあ普段の練習からね、この一瞬をね想定してやってるかっていう、そうですね、まあ、それがもろにね、あの力だけではなくて出ますよね。特に伊藤さん、そのメンタルという話が出ましたけれども、はい、もう現時点でもかなりメンタル面問われるところですが、ここを終えてボーナスの先のこの半円のね、あそこからまたこう気合が必要とされる、はい、そういう行動になってますよ ね、 はい。あー、しかし沼尻、残念ながら沼尻第3課題こちらもクリアできませんでした。沼尻決勝戦ここまで3課題終えてまだ1完登もありません。さあここまで第3課題振り返ってみますと、唯一の完登者が楢崎智亜、一撃でした。その後中野、そして沼尻が失敗してそれを受けまして4人目杉本玲です。杉本玲は第1課題が一撃、第2課題は失敗。ここでどう来るかっていうところですよね。いや強い強いね、強い、
くない？安定してますね。これはいきますね。素晴らしい。あーすごい。この後ですね。あ、やはりこうきました。左のヒール。あ、うまいうまいうまい。うまいね。あ、うまいな。これは今のうまかったですね。うん。これはいきそう。いやーうまいな。うまいね。この時間がかけられるんだけど時間をかけずにいくっていうのはね、もう経験とまあ力もねありますね。あとあのホールドでのこうイメージがもうあったね。うん、かなりワールドカップであれ、うんうん、出てきてるんでね。こう包み込むんだっていうような雰囲気はもうあったもんね。杉本第3課題見事に一撃。これで、杉本がここまでは2冠と、しかも2つとも一撃ということでトップに躍り出ています。杉本に続きたい山内。ここで食らいついていってほしいですね。この後半2人、伊藤さん、もう山内自身も杉本が一撃したのは分かってるでしょうね。そうですね。あっという間に帰ってきましたからね。ここはね、大きなプレッシャーかかってるとは思うんですけど、やっぱりやってほしいですね。そうですね。いいですね。まあ、プレッシャーというお話がありましたが、なんといっても山内はディフェンディングチャンピオンです。そうなんですよ。唯一2連覇の、あーと、まあまあでもそうですね、うん、まだ完封すればそういうことですね、まだまだチャンスは残されています。まだ第3課題、ここまで山内は第1課題が一撃、第2課題はクリアできませんでした。この前に登ったライバルの杉本玲が第1、そしてこの第3課題、2つとも一撃をしています。追いかける形となっているディフェンディングチャンピオン山内誠。まあ、今のでね、あの手順どうやっていったらいいのかっていうのは分かったと思うんでね。うん、これで刻んでいくとは思うんで。そうですね。あと1トライやっちゃうとちょっと指もきつくなってくるんで。刻む気はないか。ここ粘り強く粘り強く。そうだね。うーん、これは押し通したい。あー、これちょっと後半きつくなってくる感じありますね。素朴な疑問なんですけども、伊藤さん、はい、あのライトアップされてますよね。はい、あ、今ちょうど見えましたけど、自分のところだけライトアップされてると次のホールドちょっと距離があるときに見づらいということはないんですか？ちょっと暗くなって、まあ、距離感っていうのは。そうですね、登ってるときはね、まあ、選手だけではなくてその行き先のホールドも含めて、まあ、あのライトアップしてるんで、あ、まあ、そういうときはね、あまりないとは思うんですけどね。なるほどね。一応見やすいようにこう、まあ、気にしてね、その選手の登りやすいように当ててくれてると思うんでね。今もちょっと間を置いたときに次のホールドにライトアップされましたものね。そうですね。で導くように。ちょっとこれ横のリーチ感が若干出ますね。通常1個目に使う、一番下についてるホールドを持って寄せるときに少しあきついのかな。なんで上に向かってあの2回目もね飛ばしたと思うんですけど、リーチ感か。若干横の、まあ、軸打つときにちょっと保持する要素が強くなっていくんで、まず一番手前のやつを一旦押さえて、あ、でも これで来るかな。これで右足を持ってってフラッキング寄せるときにちょっとブレるんですよね。そうなんですよね。だあれで行ったときにちょっとブレてしまうんで、まあ、2回目で行った行き方が結構良かったのかもしれないんですけど、まあ、保持の安定感がね、もうかなり奪われるんで、まあ、行き方というよりはね、回数を重ねてるところですね。回数、やっぱり2回目で決めたかったところですね、これはね。そこからでもね、山内選手はかなり底力出してくるんで、期待したいですね、そこはね。まあでもね、無駄打ちというかね、そういう形はもたないよね。まあそうですね。できれば、本当にこう、なんだろう、フィードバックあるわけじゃない。あの1回1回のトライで。そうですね。さあ山内、これがラストトライ。上手に調整してほしいところだな。よし、ここで頑張れ頑張れ。
ああ、これはチャンスがあったけども厳しくなったぞ。山内誠第3課題クリアできず。なりましたね。さあこれで第2課題はここまで楢崎そして杉本が2人だけの完登者、しかも2人ともいずれも一撃です。現時点ではトップが杉本で、さあ第3課題男子最後の選手渡部圭太。ここで渡部君には登ってもらって面白くしてほしいね。そうですね。やっぱりこの最初の4つのホールドをね何度も持てる選手はファイナリストの中でもなかなかいないのかなと思うので、やっぱり大きいね青いホールドまでに、まあ、2回ぐらいしかチャンスがないのかなっていう感じですよね。まあ、課題にもよるとは思うんだけど、やっぱこういう課題だったら、まあ、3回ぐらいでは料理しないと厳しいかなっていうのはあるよね。まあ、岩場でしか保持しないような保持の仕方でちょっと限られますよね。ねもうたった4分しかないんで。渡部もじっくりと時間をかけて、まだここまではこの第3課題ボーナスまでも行っていません渡部。まあ、どうでしょうか、これ第3課題最後の1人となりましたけれども、伊藤さん、はい、完登ももちろんそうなんですけども、このボーナスを取ってるか取ってないかというのもね、そうですね、まあ、関東だけではなくてもうここまで課題が難しいとね、ボーナス1個で本当に順位が、まあ、表彰台っていう意味では ね、かなり関わってくるんで、そのボーナスに今右手がかかりました。まあ、今も先に保持してから戻りましたよね、今のでまあ保持が認められるんで、まあ、拮抗した試合の中ではねやっぱボーナスは大きいよね。大きいですね。ああなかなか進めそうな気配がありません。まあ、横のリーチを生かしてねボーナスまではしっかりね取れているんだけども、片手でもちろん全体量をあのホールドで支えないともう次が出ないですからね。平山さん、渡部は、はい、まあ、いろいろとこう今ジェスチャーでも見せていましたけど、どういったところで今悩んでると思われます？寄せる動きをどうやったらできるのかっていったところでしょうね、ええ、刻んでいくのは多分細かくて持ちきれなくて、伸ばしきっちゃうとやっぱり寄せるのに何だろう、腕のたわみがちょっと足りないのかなっていうところですかね。そこで今、どうしようって悩んでるとは思うんですけど、まあスタートするときはある程度山を張っていく、まあ、僕なんかだと必ず山を張っていくんですけど、まあみんなもそうだと思うんで、まあこんな感じかもしれないね、本当にね、はい、本当に下半身のこう足の位置で、手の位置と足の位置がフィットしたときには今みたく、まあ、持てるっていう感じで、ね、今の惜しかったですよ ね、スッと寄せられましたもんね。今のような形でもう一回トライすればもしかするとというところでしょうか、伊藤さん。今一番いいよね、あと一手だけ動かさないとちょっと飛び出すんですけどね、左手かな、右手、まあ、左手かな。さあ渡部、これがラストトライ。まあ、でも今の感じに悩んでたんだね、やっぱり。これで右手をボーナスにして落とせれば、あ、こっからこれでダブルは片手でいくのはちょっときついよね。きついですね。今片足しかかかっていませんでした。第3課題渡部クリアできず。
応あれかな、なんとない。第3課題、ここまでクリアしたのは楢崎そして沼尻2人だけ。2人が一撃をしています、この第3課題。それ以外の4名は残念ながらクリアはできませんでした。これを受けまして順位を見てみましょう。トップが杉本玲2関東、そして2位が渡部啓太、そして同じく楢崎智也に2関東、そして4位につけているのが山内誠ということになります。さあ女子ですか、ボーナスを見てみましても楢崎そして山内、わずかに1ボーナス差ということで、2位タイそして4位という順位に分かれています。確かにボーナスでまた順位が大きく入れ替わるという可能性が出ています。杉本が現在は単独トップ、2位タイが渡部そして楢崎、それに続いて山内が4位です。さあ女子の決勝第3課題、戸田誉、戸田はここまでは第1課題一撃、第2課題はクリアできず、第2課題終了時点で2位タイにつけています戸田。さあ女子のこのルートを見てみましょう。これはなかなかまだ若干15歳、おお。伊藤さんこれでいいんですか。これはね、まあ、さっき見に行った感じは違う着方なのかなっていう設定なんで、まあ、すごく特徴的のある動きなんで他の行き方はねセッターもできないようにはしてると思うんですよね。ならばこれはどうですか。まあ、それに近い動きですね。あのスタートの小さい、右手でしっかり体を振って、そのままこう、まあ、右手を飛びつくような形で、ただ振られが来るんでね、振られた時に左手をこう、スタートの、右手の右側にあるね、あの大きいのに瞬時にこう寄せて振られを耐えるっていう、まあまあちょっと変則的なランジの設定には見えましたけどね。他の行き方で行けそうにもね、でもね感じるんですよね現場に行くとね。ただセッターは多分その動きでしか行けないようには作ってると思うんで、まあその動きがまず想像できてるっていうのが重要で、あとはそこで、まあ、できるできないはねまた難しさありますけど、まず行き方が気づいてないとちょっとチャレンジができないんでね。まあ、でもみんなで見てるからね。そうなんですね、話し合ってはいると思うんで。そうそうそう、動きのイメージはこれでね、思いっきりそう今のでね、うん、足も同時にまあいければより安定しますけど、まあ、手だけでもしっかり寄せられれば、まあ、しっかり止まると思いますね。うん、振られた瞬間に右手をキャッチした瞬間に左手をバンとアンダーに寄せられれば、うん、今のですよね、もうこれだっていう表情してたんで、これですね、もうこれで行くしかないって感じで、うまい、ドット歓声が沸き起こりました。ボーナスも取りました。まだ若干15歳、トラホマレ、いいぞいいぞ、一筋縄ではいかな い, ないんだ、ね。まあ、ファイナルの課題はなんかこう2つの要素がね入ってるような、う、まあまずは1つの確信がバシッとあって、その後もねあのもう一つの山がありますよ ね, だ, ね、だから4課題だけではなくてもう一つの課題で2つぐらいこう動きが試されるんでね、本当に真のチャンピオンをもう試されてるね、決めるんだっていうね、もう課題になってますね。なんといっても野口啓代の次を継ぐその女王が生まれます今年は。今もね最初の飛びっきり難しい部分を超えたんですけど ね, またもう一度波が来るんでね、将来の目標はワールドカップで表彰台に乗ること、そんな大きな
青写真を披露してくれました。戸田誉れ15歳、今年の JOC ジュニアオリンピックカップ女子ユース B では3位にも入っています。その力を見せてくれ。いやーもううまい。もうこれで2つ目の要素もある程度こうイメージはできてると思うんで、今度は、ね、そうですね、意識後半にねかなり押し切るチャンスがあると思う。よし、こいさあ、これが最後だ。右手をちょっと、ああ一回プッシュして右手もプッシュにね、階段ね、思い返したかったですね、今のはね、惜しいな。戸田誉れ、しかし見事な途中までではありましたが、いいクライミングしてくれましたね。そうですね、惜しかったですね。もういろんなものが押し寄せてきて、すべて受け止めきれないとなかなか完登は。この最初の動きがね、どれぐらいこうまず早い段階で ね難しいのかっていうところで、まあ、ちょっとこう後半の選手がどう動くのか楽しみですね。そうですね。女子の第3課題2人目小林優香登場。まあ、最初ああやって悩んでたっていうところを見ると、もしかしたらオブザベーションの段階ではみんなそれ読めてなかったかもしれないんですよ。うん、そうですね。あ、なるほど。そうするとそう後半の選手たちがどう動いてくるのか、そのイメージをつかめる子はいるのかっていうところですね。お、あ、もう見てるゆかちゃんは。あ、誰かいきそうですね。イメージできてるわ。両足左だとちょっと下半身が、そうだね、右足遅れちゃいますね。やっぱあのフラッキングで振らないと。そうですね、左足で蹴り出した方が腰の位置が、まあ、飛ぶ瞬間にもう右にこう移動できるんで、まあ、止まるポジションも ね安定しますよね。右足でちょっとあのスタート踏んで飛び出すと、そうだね、ちょっとこうアンダーに寄せられてもタイミングが難しいかもしれないです。あんまり話してないかもしれないね、アイソレーションで。うーん、うわ、もうなんかこれでもいけるのかな、いけるんですかね。おお、なんともユニーク。いや、でも、あー、先ほどの戸田選手のあの1回目か2回目のトライと同じようなそんなレッソードを見せましたけれども、まだちょっと味付けを変えてのそんな登り方でした。ただ、いけそうでしたね。どうですか、厳しいかな。あともうちょっとアンダーとかにフックして両手が添えられれば、まあ、どっか引っ掛けられればいいんですけど、ここはアンダーですか。右手がかかったところ、アンダーはどこですか。はいはいはい。ただクロスした後にそこに下半身固定できればギリギリ、体の位置から考えるときついかな。ただなんかこれでチャレンジしていくような、もう、まあ、彼女の動きとしてはヒットしたんですね。あ、また同じような登り方。これ両手添えられちゃえばね、耐えられると思う。あ、これでいく、これで左手戻せればいけるいける、これいけますね。おー、素晴らしい。こっからこの後はね、得意なんじゃないかな。得意だろうね。うん、これで、ね、もう落ち着いてこう冷静に進めてる感じするんで、ゆか、ね、はね、こういう剥がれ落ちないようなクライミングが本当に、ね、飛びっきり強いから。ヒールなのか、つま先なのかっていうところだけど、つま先だろうね、やっぱね。そうですね、うん、うまく押し切って、うわっ、いや、しかしここまでは非常にユニークな進め方を見せています小林優香。今最後に手がかかっていた白いホールドの先に、またわずかに指先がかかるようなちっちゃなホールドがあります。そうですね、まあ、向きもホールドの、ね、大きさも悪いんで、まあ、かなりもう引きつけてる状態ではもう届かないのでね、もう完全に右手がこう伸びきるぐらいまでかなりね、プッシュで安定して上げていかないとちょっと厳しいですね。残り時間、次の方の向きによっては最後の足上げもまたもう一度確信が出るかもしれない。さあ残り時間が30秒となりました。小林、いやあれでやっぱできちゃうんだね。最初見た時に、うん、まあそんなこともできるのかなっていう、ちょっとセッターとの話の中で、いやあれだとできないよみたいな話だったんで、まあこうセッターの想像をね、上回る、上回る、うん、ムーブの幅がね、
あの選手にはこういう風にある場合もね出てきますね。さあ小林優香、これがラストトライ第3課題。また先ほどと同じような登り方。頑張れ。持つ位置をちょっと変えたりとかね、あのさっきと同じ方ほど、そうこれいいじゃないですか、かなりいい。頑張れ。保持してからプッシュにできるかな、これは。できそうだ、あの膝が。頑張れ。プッシュしてからね、いかないと思う。あの右足が上がんないと思うんですよね。だから今本当にこううまく入ったんで届いてしまったんでね、体がある程度上がったらもうこう一旦左手でこうまあ押さえて、その後右を完全にプッシュに返さないとちょっと最後足がね。小林優香素晴らしいクライミングを見せてくれましたが残念、まあ、完登なりませんでした。でもあそこまで体上げるとちょっと戻れなかったですね。もうね、女子の子たちはこれでいきそうだね、この動きでね。多分アイソレーションでもあんな動きの話はしてるとは思うよね。第3課題、続いては3人目、太田梨沙。太田梨沙はここで一つ完登を見せないと上位進出もだいぶ厳しくなってきます。先ほどは小林優香が非常にユニークな、何かお客様を沸かせるようなクライミングを見せてくれました。ただその実力を誇る小林優香でさえもこの第2課題、失礼、第3課題落とすことができませんでした。ここまでは戸田穂真、そして小林優香、2人が挑戦しましたが、いずれもこの第3課題を落とし入れることはできず。さあ太田梨沙が今先ほどの小林と同じような登り方を見せようとしたところ、指の力、そして柔軟性、これが自分のアピールポイントだというオーダー。ああ惜しい惜しい、はい、惜しい。まあ、おそらくこれがあのルートセッターが想像しているような、ね、クライミングですよね、うん、先ほどの小林優香の登りはあくまでも独特なもの。将来の目標はワールドカップのリード部門で優勝を果たしたいという大谷さん。昨シーズンもワールドカップのリード部門では非常に成長した姿を見せてくれました。ファイナルにも残りました。頑張れ。来た、あー1回目よりもいいですね今の。惜しい、良かったね今ね。今良かったですね。次相性だね。そうですね、もう本当にこのただ休んでるだけではなくて、まあ2回惜しいトライがあって、それをこう頭の中で、まあ、修正してね、こう変化させてまたトライしていくっていうのがね試されますよね。4分間短いですからね選手にとっては。うまい。持ち上がるか、非常に厳しそう。押し切れ、あ、いい、うまい。残りは1本を切った。お、行きそうだ。うわ惜しい。いやあの最後のホールドの向きが、ね、難しい。膝を抱えて背中で今の自分の気持ちを表しました。大谷さん、あ、惜しい。ほぼほぼね、まあ、足が上がったんで、もうね、
残り30秒だと思うんですけど、まあホールドの小ささなんか今でちょっとそこだね、何と言っていいのかわかんないけどね、外れちゃったのかも、本当にあちょっと動きがなくなっちゃったのかな、まあ、そうですね、足が上がった瞬間にちょっとゴールに意識が行き過ぎてしまったのかもしれない、ただこれが3人目ですけども、今までの中で一番惜しかった大谷さん、あと1回できない、いや本当に惜しかったですね、一番惜しかったですね、いやちょっともういけるかもという気持ちがちょっと出たんでしょうかね、最後、まあそれにしましても大谷さん本当にこの第3課題一番惜しかったんですが、残念ながらこの第3課題もクリアできませんでした。さあ女子の決勝戦、続いてはこの第3課題4人目、ここで先ほどの第2課題見事に一撃を見せてくれた田島愛佳、現在トップを走っています。この第3課題も落とせばかなり優勝も見えてくる田島愛佳、ここまでは2カット、独自の生き方でいく力もねえありますよね。多分これでいくね。これいきますね。下に潜っちゃうとちょっと。ちょっとムーブのイメージがあるといいんだけどね。あ、来た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 。おっと、振り落とされました。まあでも今ので次のトレが気になるんだけど。今止まりそうだったから、あのムーブにもう一回ちょっとやりそうな気がするね。ちょっと前置いた方がいいような気がしたけど、今ので止まるって思っちゃったね。いや止まるかもしれないけど、フラレがあっ、うまい、いやー右手返しました、すごいね。いやーやっぱ指先のコンタクトリラックス、そうだ、左手が少し滑ったか、ただ表情を見てもかなり充実しています。これはもうちょっとすればいけそうかもという、そんな手応えを感じている表情にも見受けられます。田島愛佳、もうトライのたびにどんどん近づいてくるのが、まあ本当にファイナリストのね、あのみんなすごいなっていう、4分間本当短いんで、まあ、体力奪われていく中でね、もう1回1回しっかり、ね、あの進んでいくから、かなりみんなすごいですね。もうボーナスまでの動きは彼女もうものにした感じだもんね。取れると同時にね、もうむしろ安心感があるぐらい、だからここから本当未知の領域をどうこなしていくか、そうそうそう、押し切っていこう、いけるいけるいける、あ、いけるいける、これはいけますね。いやーうまい、驚きの16歳田島愛佳、この第3課題も見事に落としてみせました。これは一気に有利に、ね、3連続完登です。トップの座をしっかりと守る、そんな完登となりました。もうちょっとこう引き離した感あるね。そうですね、さあここまでは田島愛佳が3連続完登、その次が1完登です。田島愛佳について戸田誉れ、そして尾上綾がついています。第3課題5人目、梶間智子、梶間自身はこの第3課題で今日初めての完登を目指します。思い切り行ってほしい。この梶間智子自身、目標はショーン・マコールだそうです。あのショーン・マコールのようにオールラウンダーを目指したい、
そして力強い登りを見せたい。頑張っ、いいぞいいぞいいぞ。スタイル的にはね、あんまり現場で迷わずに思いっきりやってほしいですね。動きのタイプとしては本当に、まあ、切れ味の上りが ね、あの特徴なんで、まあ、現場でこうムーブを足をいろいろ変えたりとかね、ちょっと壁の中での勢いがなくなってしまうんで、そうそうそう、張り付いたらズバッといってほしいですよね。一気にいってほしい、ね、ある程度ムーブ固定したら思い切ってもう戻らずにね。ここで変更してるとどんどん吸われてしまいますからね。おっと、まあ、今もね、迷わないでもうやっぱりこう山を張ってこれでいこうって決めて、うん、もう現場で3種類ぐらい迷っちゃってるんで、ね、そろそろね、こう、休む間にも決断しないといけないですよね。もちろんその選択が間違ってればフォールにつながってしまうんですけど、まずその決めるっていうのがね、大事ですよね。トライ重ねていくうちにどんどん選択肢は減ってくるんで。1課題目の時もかな、スタートはやっぱりちょっとこう、まあ、迷ってる感じだったんだけど、やっぱあのスタートに関してもね、やっぱり山を張っていくべきだとは思います、ね。もう今3種類ぐらいやってるんでね、まあその中でこう可能性を絞って ね、チャレンジしていかないとちょっと関東まではねたどり着けないんで、うん、あのこの第3課題は先ほどまで登ってた選手の中でも、まあ、あの2種類ぐらいはね登り方をちょっと変えてみたいと、はい、やはり3回というの3種類というのは若干多いのかなという印象ですか。そうですよね、そうですね、今もう決めましたね、すごく惜しかったですね、うん、そうそうそう、やっぱりこう時間をかけない分その動きにこうグッと集中できるんで、コントロールがね、全然効いてきますよね。今惜しかったですよ。次はもっと近づくだろうね。そうですね、いけますよ。あー惜しい惜しい、右手がちょっとキャッチが、今はもうなんだろう、もうこれだっていう感じがつかめた感じは、うんうん、持ち時間1分を切りました。時計をちらっと見合って、もう打ち込むんじゃなくて1回で決める気持ちでいってほしいよね。そうですね、30秒切りました。もうこれで決めてほしい。うまいうまいうまい、もう最終トライになると思うんでね、いやー頑張れ頑張れ。ここはもう今の自分の成績というか考えればもう押し切りたい、何が何でもここ迷わずに行ってほしいところだよね。昨年は4位に入ったこのジャパンカップでしたが、田島智子、この第3課題もクリアできませんでした。ここまでまだ完登なし。次のあやちゃんが勝負の分かれ目になります。これはね、さあ第3課題、もうこれを決めないとね、そうもう決定しますからね。小野江あや、先ほどの第2課題は見事に一撃、ここまでは1完登。やっぱりこの先のことを考えると、これはトライ回数少なく落としたいところだね。うん、現在トップは田島愛香、3完登10トライ。頑張れ頑張れ、思いっきり思いっきり勝負しないと。頑張れ行こう、頑張れ頑張れ。まだ時間はあります。まあこれはちょっと実力的には決めたい課題だと思います ね。もうここは本当競技的な勝負、登る力はね、まあ、尾上はリードの時と同じように腰にチョークバッグを携えてのクライミングです。押し切ろう押し切ろう、
井さんどうですか、この今のでいいんですか。ちょっと厳しくなってきてますね。そろそろこれだっていう感触、今の風は止まる感じがしてないと思うんで、体の位置がね、やはりまあ、スタートの足を左足で蹴ってしっかりね、まあ、体振り子にしてね、少しそうだね、体を横にこう勢いをつけないと、飛び出した時に体の位置が間に合わないんで、一見こう届いてるように見えるんですけどね、まあ、ちょっとこれを続けてしまうと厳しい、ね、取った時に重心がこの位置にないとね。そうですね、かなり、まあ、右寄りに腰の位置が来ないといけないんで、まあ、飛び出す前にもその飛び出す前の時点で体を、ね、横に動かして、ね、これですね、来た来た、うまいうまい、今イメージつかめた、今ね、ようやっと、あ、これで足が球体にね、白の球体に同時にトンとつけばいけるんじゃないかっていうふうに思ったと思うんで、まあ本当ね、今ので重心がこのでかい黒の間に来れれば大丈夫だっていうのは分かったと思うんで、そうですね、行き方はもう今のだって分かったと思うんで、まあ、あとは集中力、そうだね、うわ、また戻っちゃったかな、決めきれてないんだね、今ので。さあ残り時間は1分、小野江、まあ力的には、だいぶパンプしてるか、それ以上にその登り方ちょっと一本化した方がいいですね。そうですね、こうね、本当に、まあ、他の選手を見ている立場からすればね、こうしたらいいのに、ああしたらいいのにって思うんですけどね、まあ、選手自体は本当にそれがベストな選択をもちろん1トライ1トライしてるんで、残り3周また戻って、うまい、来た、さあまだある、頑張ってほしい、30秒切りました。この残り時間で決めきれないと、愛花ちゃんのシーン、来た来た、さあもうこれがラストトライ、いや今のよく足がつかないように止めましたよ ね、右手のコンタクト、これで入りましたね、押し切るんだ、さあまだ時間取るしまーす、さあ頑張れ頑張れ、これが最後の挑戦、第3課題、小野彩完登ならず。これで愛花ちゃんの正式な発表はちょっと分かんないけども、もう完登数的には ね優勝が決まりましたね、1位田島愛花、もう3トライ、3完登で、そうですね、それで残りが、2位以下が最高でも1完登なので、この時点で優勝が決まりましたね、田島愛花選手の女子の優勝が決まりました。ですから具体的に言いますと、その最終課題で田島愛花が、仮に失敗したとしても、他の選手が、まあ、成功したとしても、その完登数では追いつかないということで、はい、田島愛花選手の優勝決まりました。いやー、リード主体のねイメージでしたけど、ちょっと今年のリードも楽しみな、うん、そうです ね、このここまでボルダリングがね、こうまあ、上がってきてると、リードも ね相当楽しみですよね。動きの、ね、引き出しが大きくなって多くなってきて、でリードの中でこう動きの余裕ができてくると思うよね。もともともう本当に持久力あるし、指先のコンタクト強いし、ね、っていうところで言えば、リスキーな場所が、ね、減ったら本当に、ね、あのトップにね、トップと戦える力があるから楽しみだね。今年のシーズンはどのぐらい、ね、参戦するかはちょっとまだわからないですけどね。逆にリードが楽しみな、まあ本当にそういった意味での大きなステップだなとは思う ね本人も自信がね、さあいよいよ泣いても笑ってもボルダリングジャパンカップ2015、いよいよ男子最終課題です。さあ最終課題を前に、第3課題を終えての順位を見ますと、1位が杉本玲、2完登2トライ、2位が渡部啓太、1完登1トライ、同じく2位、楢崎智亜、1完登1トライ、そして4位につけているのも山内誠、こちらも1完登1トライですが、まあ、ボーナス数で今4位につけているのが山内誠です。ですから、これはもう本当にこの最終課題によってはということですよね。そうですね、まあ
ずはトモア君、ここは一撃で行ってほしいところだね。トモアも頑張ってほしい。現在2位対楢崎トモア。指の方は大丈夫そうだね。そうです ね、うん、たまにね練習中もこうちょっとつってしまうようなね、あ、そうなんだ、あの緊張がぐっと入って、ちょっと抜けない時があるんで、まあ、最初1課題目で少し緊張したんだ、ぐーっと、うん、さあこの最終課題についてですけども、平山さん、はい、これは選手から見ると攻めづらいんですか、それともある程度イメージしやすい、どうですかね、まあイメージしやすいようで、も細かい体の動きっていうのは繊細なのかなっていう気はしましたね。まあ、あのボリュームが大きい分こうやってスタートしてこういう動きでこう取れればいいんだっていうのは選手は分かってると思うんですけど、それをこう本当に一つ一つ持っていくのは結構微妙な体の動きを要求されるのかななんて思いますね。でこの楢崎選手のこのスタート地点からの動きを見ていると、伊藤さん、はい、ある程度自分の中でイメージした上での動きなんでしょうか、それともちょっと試行錯誤なのか。そうですね、一応ねイメージしていた動き1回目やったんですけど、それがちょっと厳しいかなっていうので今行き方を変えて、それを繰り返してまた3回目それで行こうかなっていう、これ同時に、うまいですね。いや今の生き方はなかなか彼にしかできないかもしれない。あ、すごいいい動きだったね。こっから先頑張れ頑張れ、あ、惜しい。今のがどうで彼の中でフィットしたかっていうところで、まだ残り時間は1分以上あります。楢崎、手に汗かきますね。これは赤いあの黒い足のところに残しておいた方がいいのか、今みたいに全部のコンタクトを、まあ、ボリュームの方に乗せた方がいいのかっていう、次のボーナスのホールドの向きも悪いんで、そう、ね、まあ、先に足を送っておいた方がっていうのもね、送っておかないとちょっと後がね苦しいのかなっていう風に見えますけど、ただあの足は足でねちょっと、ね、遠いからね、ですよね、小さくて遠くて、遠いし悪いんで、置いても入っていくのがまた、ね、さあ残り時間1分を切りました。気づけば30秒、まだ初めの段階で苦しんでいる楢崎。うまいうまい、よく止めたぞ、頑張れ頑張れ、いいぞ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 、頑張れ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 、粘れ粘れ、頑張れ頑張れ、じっくりいきたいじっくりいきたい、頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れ、うわー、いやー最後のトライは本当に素晴らしかったけど、ね、楢崎、いや残念ながらこの最終課題クリアできませんでした。楢崎はここまでは1完登、優勝という意味では厳しくなった楢崎。さあ続いては中野実、こちらは現在5位、まだこの決勝戦に入ってからは完登がありません。優勝という夢はなくなりましたが、ただ1完登すればまた上位進出も狙えます。なんといっても2位以下がここまでは1完登、これが最高。そして現在トップはしているのが杉本玲、2完登、意地を見せたい中野。あそこ
ここで一度こう両手で持って一回体外に出てこう止まるまで我慢するのかこう飛び出してしまうのかっていう課題を見た感じそこがギリギリの判断ねえ現場でこう難しいですよね。今も耐えられそうだったんで一度こう体回転して両手で持ってこう耐えてから飛び出すとね次のホールドは安定して取れるんで。広島出身の31歳中野実、2013年の IFSC ボルダーワールドカップ中国大会では11位、フランス大会では15位、実績を残しているベテランです。うまく足が残ればギリギリ耐えれそうな。そうですね、まあ潜り込んでボンっていけるっていうね、できるとは思うんだけどね。できそうですよね。できそう、できそう。ちょっと上半身が外に回転するときに来たときにまた下半身が外れやすいんでこう、うん、見た目以上にね足残すの難しいですよねこれね。そうだよね。この次のホールドですか、うん、これですか。そうですね、今特にこう次のホールドに意識がいっちゃってるとね、足がこうもう耐えらんなくなっちゃ う一度ここを、まあ、両手でね持ってから足が切れなければね、うん、安定して次のホールドは取れると思うんですけど今もう判断的には片手でそのまま、まあ、一気にね、飛びつく感じでいくイメージに変えましたね。これはそうとう視野に暮れてる様子です。中野実31歳、残り時間はまだ1分少々あります。その中でこの次の左手の動き、ここからうまいうまい、あの赤いスローパーを取ろうとしたんですがうまく取れません。これあの一気にいかずに徐々にこうあの左の上のこの大きなオレンジのホールド、はい、この縁をどん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 辿ってっていくという生き方もあるんでしょうか。なかなかその辿っていくときに、まあ、かなり滑り台みたく外側向いてるんで、ね、足が切れてしまうともう耐えられないんですね。完全にはこういう感じですね。多分こういう感じでいくのが、はい、うん、まあ、長崎選手の行き方はねかなり難しいですからね、うん、残り時間30秒を切りました。おー来た来た来た、来た、ここは捨て身で行ってほしいところだね。来た、捨て身で行ってほしい。カモン。左手はかかりました。いやダブルか。いや惜しい。惜しかった最後のトライでしたけれども、見せてくれました31歳中野実。しかしこの最終課題クリアできず、この決勝戦中野実。悔しい未完投となりました。いや最後の一手はセッターもね勝負してますよね。届くだけでは止まらないんで、さあ向きが悪いですよね。最終課題男子決勝3人目沼尻拓磨登場。やっぱり最後あれかね、ダブルで時間差で取らないと厳しいのかな、ね、はい、現在6位の沼尻ですがこの最終課題を落としさえすればほぼほぼこう、まあ、ホールドゴールをつかむときに体が安定してたらほぼ片手でもそうだね、まあ、安定して、お、あ、止まったっていうのを確認して寄せるぐらいの違った登り方を見せています。感じもねできる今と思うんですけど、ね、なかなか両手も取って止まってました ね、 そうでしたね。ちょっとあの地面に背中を向けるような形で背面を見せながらのそんな登り方を見せました沼尻。
今沼尻の中では何かじわじわ行こうかというような作戦があるのかどうか、一気に行こうというような頭はないようです。うまいうまい、頑張れ頑張れ。あ、相当遠い。うまくね足フックしてなんとか耐えたんですけどね。ただ今の位置からあの赤いところを狙うのはかなり距離がありますね。そうですね、見てるとさっきのやっぱ中野くんの動きがすごく効率的かななんて思うね。あ、うまく勢いをつけて、うん、あれも体の回転がうまく合うと、ね、動きながら効いてくる感じで、ね、右手が、うん、もう精神的にも肉体的にも各選手かなりギリギリのところまで来ています。泣いても笑ってもこのジャパンカップボルダリング最終課題、気力をそして体力を振り絞って沼尻拓磨、しかし平山さん、はい、こう肉体的にも体力的にも ね、 そうですね、そしてメンタル的にももう本当にここまで来るともう限度を超えてますよね、各選手。そうですね、そして頭も使わなくちゃいけないでしょ。うん、本当にこう、まあね、4課題ある中でやっぱり波に乗れるとねきっとまた違うんでしょうけど、はい、やっぱり、まあ、課題的にもこう失敗が何個も重なってくると結構こうなかなかこう精神的にも持ち直すも難しいですしね、疲労感も感じちゃうしっていうところで、うん、そこをどうやって自分をかきたててそうですね、うん、そんな感じがしますよね、こういう動きを見てるとね、やっぱり、まあ、毎回毎回やっぱりこうリフレッシュしてこう課題に全身全霊で取り組むっていうようなことなんでしょうけど、なかなかやっぱ疲労感が出てきちゃうんだろうなっていうね。沼尻選手も残り時間が1分を切りました。うん、まあ、沼尻君なんかはねいつも乗ってる時の動きって本当にすごいんですよ、まあ、自分の印象ですけどね、やっぱここをなんか見てるとやっぱ乗り切れないんだなっていう気はしますよね。最初両手掴んだ時にはおっていうものは感じさせましたね、また、また違った登り方を、ね、そうですね、してくれるかと思ったんですが、んー、なかなかこのスタート下半身はうまくね、そうそうそう、挟んで切れないように、そこがねうまいですよね。手を外す時に勢いがホールドに向かっていければ、ね、今ちょっと分かったと思うんで、うん、来ますよ、はい、あれ寄せるまではねうまく下半身、うん、これまでの選手もね決まってるんで、これ来ますよ、そう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 、ああ、あと1回トライすればどうかなという感じでしたね。いろんなものは近づいてたんですけど、ね、体力とのねまた戦いがありますからね。沼尻拓磨この最終課題もクリアできませんでした。いや今ねひらめいたものあったんでしょうけどね、ありましたね、かなり近づいてましたよね。さあ続いては4人目の登場、男子の決勝最終課題、現在トップを行く杉本玲登場です。さあ玲くんはあれですね、これで落とせばもうもう優勝ですね、ですね、はい、あそうですね。さあ男子の大会でいうとやはり今年もジンクスは生きているのか、毎年毎年違ったチャンピオン、それともこの後の山内誠が大会史上初の連覇を成し遂げられるのか、いよいよハイライトシーンです。杉本玲ここまでは2完投2トライ2つの一撃、この最終課題を落とせば文句なしの初優勝。お、よく耐えてますよ。お、来た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 、自分、わ、自分の手で引き寄せてるね、優勝ね、これは来てるね、来てるね。まだ序盤の段階ですがかなり中盤まで行きました。杉本非常に引き締まっていい表情を見せています。杉本ボーナス2か、
てますね。うわっ、おお、危ない危ないというような表情ですが、その中でもしっかりと登りきれそうだというような実感がうかがえる、そんな表情にも見えます。まあ、ここまでは伊藤さん、あの表情を見ても、はい、何か準決勝、そしてこの決勝と自分なりの、まあ、予定通りのそのクライミングができているような、そんな表情ですよね。そうですね、そうですね、落とせる課題はもうしっかりと決めてきてるんでね、本人も手応え感じてると思います。いやー、ここ入っていけるかな、すごいすごい、よし、来たか。いや、この最後の集中力はね、いけると思う。頑張れ頑張れ頑張れ、いけるいける。あー、どうだ、今のはダメか、これは認められません。両手がかかった初トロフィー、しかしまだ時間はある。とにかくこれを落とせば文句なしの初優勝。いや、今の気持ちどうなんでしょうね、平山さん。ねえ、今もうそうですね、自分のこう手の中に優勝カップがっていうところだったんでしょうけども、あれがスルスルっとすり抜けた瞬間、もう一回気持ちを盛り上げることはできるんでしょうか。そうですね、レイ君はでもね、やっぱり尻上がりに調子の良くなる選手なんで、やっぱここはもう前後を立って、もうこの今の次のトライに集中するんじゃないですかね。伊藤さん、なんといってもね、このジャパンカップは優勝してなくてもワールドカップの優勝者ですからね。そうですね、あそこ力が深いです ね、 ねえ、見たいね、あ、いいぞいいぞ、チャンピオンの登り見たいね、ここで。そうですね、押し切っていこう、よしよし、くるくるくる、強い強い、頑張れ頑張れ、持っていく持っていく持っていく、ガンバガンバ行こう。あー、また滑ってった、難しい、合わせて1カウント上げたいくらい。いやー、本当に惜しい。いやー、しかし素晴らしい登り、杉本ね、伊藤さん、まあ、完登こそなりませんでしたけども、はい、本当に合わせ技1本というね、いやー、もう今までの選手とね比べると、こう抜けていた、まあ、何度もね前半も超えていってしまうあたりは、杉本玲は最終課題を終えて、ここまでは2完投2トライという成績で、まだここまではトップです。これどうなっても、ミニになってもダメ、オーナー一撃だったらまだ大丈夫じゃないですか。さあ、杉本玲の現在トップは変わりません。ただ山内誠、連覇のかかる山内誠も、おお、これ山内誠は何回目でしたっけね、次が2回目、次2回目となると、山内誠、これで連覇の道が決まりましたね。まあ、もうこの課題完登にクライマーとしての全てをかけてほしいですね。そうですね、あ、そして山内誠、連覇はなりませんでした。ただこの時点でまだ杉本玲の優勝は決まっていません。この後に渡部啓太が残っています。それでもディフェンディングチャンピオンの意地、底力を見せたい山内。
最終課題はまだ一人として担当者が出ていません。しかし先ほどの杉本玲は2回非常に惜しいクライミングがありました。それを受けて山内誠ディフェンディングチャンピオン、連覇の道は閉ざされましたが、それでもディフェンディングチャンピオンとしての素晴らしいクライミングを見せてほしい。まあ、もうこの課題ね、まだ誰も登れてないんで、ぜひぜひ完登見せてほしいですね。そうですね。うわ、惜しい。惜しかった。一旦左手が、あの赤いスローパーに手がかかりましたけれども、まだ離れました、ね、彼も尻上がりにね、調子よくなってくるんで、この決勝戦の第1課題では一撃を見せてくれた山内。いや、うまいぞ、うまいぞ。ああ、手がかかり方はかなりね、うん、かなり。さあ、山内誠ディフェンディングチャンピオンも残り時間が1分となりました。現在トップは杉本玲、2冠と2トライ。この後に渡部啓太が控えています。渡部にもまだ優勝のチャンスは残されています。来た。変えてきましたね、うん、うまいうまい、いいぞいいぞいいぞ、これで上がれる上がれる、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ、見たい見たい、頑張れ頑張れ。あ、杉本同様本当に惜しかった。最後にしかし、まだあるか、まだやるか、まだやりそう、すごいパワーです。いやでもさっきのトライすごかったですね、見せてくれました、うん、山内誠も残念ながらこの最終課題はクリアならず、従いまして山内誠の2連覇はならず。さあ、いよいよ最終クライマー渡部啓太、ということで渡部啓太はこの最終課題一撃すれば優勝決定、そうですね、はい、そうですね、ただそれができないと杉本玲の優勝が決まります。そうですね、はい、注目して見ていきましょう。残されていました最終選手渡部啓太。緊迫感高まるボルダリングジャパンカップ2015、いよいよ男子の決勝戦最終課題最終クライマーの登場です。初優勝の夢に突っ走る渡部啓太、とにかくこの最終課題一撃すれば優勝間違いなし。ただその一撃ができなかったら、その時点で現在トップの杉本玲が初優勝と相成ります。かなり、ね、厳しいとは思うけど、このハードルの高さというかね、課題的にもね、そうですね、でも全身全霊でこの最初のトライ、うん、頑張ってほしい。お、うまいぞ。あ、力なく落ちてしまいました渡部。この時点で杉本玲今大会初優勝を決定。ただその結果よりもまずはこの渡部啓太の最終課題の最後の登りご覧いただきましょう。課題の完登をまた見たいんで、またというかね、まだ誰もやってないんで本当に、最終クライマーとしてとにかくここまで失敗を重ねてきた5人の分まで、その気持ちを込めて完登で締めたい渡部啓太。かなり筋力もそして精神力も使っている渡部、ちょっとここで時間をかけて少しね、生き方をね、
そうだね、ちょっと変えていきたいとこですね。まだ自分の中では確かなその登り方の青写真というのは描けてない状態ですか。そうですね。あ、でもこれでいこうっていうのはでも判断が ね本人の判断はあるね、ありますね。おお、頑張これはここから持ち上げて、ナイスナイス、あ、ボーナスが、しっかりとホールドしたい、ボーナスホールド、頑張れ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 、あっと、いや、かなり今の1回目でこの1回で力を使った、そんな渡部啓太、まだ余力はあるか、相当表情にも疲労感がうかがえますが、たっぷりと時間を使ってこれがラスト1回か、ラスト1回、頑張れ頑張れ、耐えてほしい、ナイスナイス、いいぞいいぞいいぞ、ここはもうできれば、頑張れ頑張れ、あ、いやー、独自の生き方にね、検討しましたけどね、渡部啓太もこの最終課題はクリアできませんでした。決まりましたね、新チャンピオン、はい、ボルダリングジャパンカップ2015男子の決勝戦、これにて終了、全4課題終わりました。そして改めまして順位を見ていきましょう、6位から沼尻、5位中野、4位山内、3位楢崎、2位渡部、そして初優勝杉本玲という結果になりました。いや、改めまして平山さん、はい、杉本玲初優勝いかがですか。ね、玲君はやっぱりもうここ 3,4 年かな、実力的にはねずっとこう来てたので、まあ欲しかったタイトルだと思うんですよね。で、ついについに、まあ、ジャパンカップのタイトルを取ったということで、まあ、なんだろう、実力的にはねやっぱり一番近かった存在だとは思うので、まあ、ある意味サプライズではなかったのかなっていう気はします。はい、そうですね、そういうしましても伊藤さん、はい、シックスは生きてましたね。そうですね、今年も初優勝した、はい、10回とも違うね、違う優勝者っていうことでね、また来年も楽しみですけど、そうですね、さあ男子のチャンピオン決まりました、ボルダリングジャパンカップ2015、さあ女子の決勝戦、最終課題です。女子の決勝最終課題を前にもうすでに女王が決まっています。田島愛華が今大会初優勝を決めていますが、2位以下はまだ混戦模様、もちろんチャンピオンもそうですが日本代表という座もあります。それをかけての2位争いとなります。まずは最終課題、最初のクライマー戸田誉れ、この決勝戦は最先行、第一課題は一撃、ただその後の第二第三課題はクリアならず。そう、伊藤さん、はい、この最終課題ですけれども
これなかなか難しそうに見えるんですがどうでしょうか。そうですね、まあ、設定的にはね、最初のホールドを取った後にクロスでね、隙間ハリボテとハリボテがこう向かい合わせについていて、まあ5センチぐらい、ね、間が空いているところにこうホールドがついているのでクロスで入っていきたいところなんですけどね、その後に、まあ、手とか足をねその隙間にこうしっかりとロックして、まあ、落ち着いてから右側に移っていくような感じに見えたんですけどね、はい、ちょっとこの後のクロスがそうだねちょっと深いかなっていう、そうそう、なんとかねここでそうですね、その後ね足をうまくね外れないようにロックしないと落ちてしまうと思うんで、そうだね、これで、で一度手もね手もジャミングできると安定しますよね。そうそうそう、あ、でもうまいうまい、おあうまい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 、なんとかツーフィンガーでぶら下がった、そうそうそう、フックしてキープしていいぞいいぞ、左足一本でいった方がいいかな、取ってからまた挟んで、ね、うまく、うん、そうそう、おうまいうまいうまい、うまいぞうまいぞ、あこの寄せた後が ねまた難しいですよね。寄せるまではね足を挟んだまま、うん、進んでいけるんだけども、寄せた後ちょっと、右手が効く体勢に持っていくまでが、うん、ちょっと右足を上げないときついかもしれないですよね、左に出るのが。いや今のはちょっと完登に近い場合だったんで、しっかり回復させてからもう一度ね、ちょっとね、結構距離は出してたんで、そうですね、まだ15歳若々しいクライミングを見せる戸田お前、何かあの、伊藤さん、はい、失敗をしてその後にパンとマットを叩いたりね、今も膝を叩いたりと、何か見ていてこう気持ちのいい楽しい選手ですよね。そうですね、うん、こういうこう表情を出してくれると何か海外に出てもお客さんを味方につけそうだと思うんですけど、確かに、うん、やっぱなんだろう、登る実力もそうですけどその人のキャラっていうんですかね、そういったものがみんなに分かりやすく出るっていうのはやっぱ好感度高いと思いますし、うん、やっぱりまあ、プロとして生きていこうって言った時にはすごく印象深い人間になるんじゃないかなとは思いますね。そうですよね、その中では素質十分、キャラクター性十分、はい、15歳戸田穂真、これが最後のトライ、あー落ちましたが、ここも悔しがりながらも何か充実とした表情、やはり最初のクロスがキャッチするまでがちょっと一踏ん張り、ね、あそこは耐えなきゃいけないそうです、ね、ポイントだね、うん、届きそうなところで苦しくなってくるんで、そこでこういろんなことをやり始めてしまうとちょっと体力的に、ね、奪われてしまいますよね。戸田穂真最終課題はクリアならず、いやでも惜しかったな、本日の結果は1完登1トライということになりました。戸田穂真スタート。さあ続いては最終課題2人目、小林ゆか、これゆかちゃんは結構得意、うん、な気しますね、少しリードクライミングにつながるような近い動きなんでね、うん、ここまで小林は4位につけています。1完登4トライ、ここを落とせば単独2位に躍り出ます、うん、昨年のこの大会では3位に入っている小林、しっかり足が決まってるんでね、まあ、このあと手をスイッチして、これでハンドジャンも効くんだよね、そうですね、そうあでも持ち替えられるかな、ギリギリちょっとジャム、ね、ジャム決められればもうすごく楽なんだけど、今ジャリングとかジャムとかいうその単語が出ましたけども、ね、これは具体的にはどんなテクニックなんでしょうか。手のひらを入れて親指でこう膨らませるんですよ、それでまあまあ、クラックっていうんですけど、その中でこうくさびを作って保持をするやり方なんですけど、隙間にそうですね手を入れた時に、はい、
ちょっと手を膨らませて少しこう、そうですね、それで文字をするっていう。ああ、なるほどね。これはもうその技術があると本当にあそこはもうスッとこう抜けられるパートですよね。はい。で、今隙間の間に黄色いホールドも見えましたけども、はい、あれはまた上の段階になった時に使うものなんですか？あれはさっきね、今ゆっかちゃんの場合は右手でガストンで取ってたんですよね、はい、だからもう持ち帰るこう余裕があんまなかったみたいだったんで、それでどうしても、まあ、ハンドジャムが決められたらこの後スッキリ動きがいけるだろうなっていうところで、でも多分また同じ動きはすると思うんだけど、まあ、どうしてもその技術的なものがあるんで持ち替えを目指していくのか、まあ、クロスを目指していくのかっていうことになるんでしょうね、はい、おそう、あのクロスが深いんですよ ね直接行くにはね。これで、あ、これで今クロス行けそうな気が、いけるか、いやその前に落ちました。何度もトライできないね、ちょっと時間かかっちゃうんで、あそこもこう足が決まるとこう何でもできそうには見えますけど、やっぱり体力的にも実はこう相当座れるんで、何かこの最終課題にして女子の方では一番手数を要するような課題ですよね。一番ね、体力要素を最後にね来ましたね。これはこれはかなり辛い、まあ、体力面ではもうクライミング界随一という小林優香。いや、現場での勘もね相当たけてる選手なんで頑張ってほしい。うまいうまいうまい、これ毎回変えてくるところがね本当に素晴らしいと思う。残り時間1分を切りました。いい感じ、いける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 ぞいけるぞ、優香頑張れ頑張れ、いいぞいいぞいいぞ。あーっとー、今のはね足が滑った、本人もちょっと踏み込んだ瞬間、そうだね、やっぱりこうひねりが効ききれてなかったのかなって気がしますね、右足の。残り時間30秒、小林この最終課題を落とせば現時点で単独2位に躍り出ます。右足のジャムがね次しっかりと決まっていれば、さあ時間をかけて最後のトライにかけます。頑張れ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 、これでいいぞいいぞ、足しっかり、右足しっかり決めて、いや、いけるいける、うん、カモン、いけるいける、ナイスナイス、来たぞ来たぞ、頑張れ、そう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 、右足が上がればね効いてくるからね、頑張れ頑張れ頑張れ、リーバー決めて、あと1点、いけるいけるいける、あと1点、頑張れ、うわいや、すごい、今のはいいクライミングだったね。いいクライミングでしたね。小林も最後のクライミングで素晴らしいところを見せてくれました。いや、これはいけるんではないかと思われたんですが、持ち味はね十分出てた感じですね。出てましたね、はい、次々来るこうね、うん、動きを全部ね対応してたね、うん、素晴らしかった、引き出しを全部出しましたね。小林優香も残念ながらこの最終課題はクリアできませんでした。続いては大谷さん、最終課題3人目。ここまでは6位の太田、優秀の美を飾りたい太田です。ここまで3課題は全て失敗。いや、体力的にはね、リードに強い選手なんで、このね、前半戦をねうまく超えられれば後半は
多分問題なく、ね、勝負できますよね。そういう意味ではね、あの手数は長いんですけどね、あの勝負は本当に最初の、あの3手ぐらいの出来栄えにかかってますよね。後半はね大丈夫だと思う。大学の4年生大谷さん、まあ、小田桃子選手も同じく山口県立大学ですけれども、その小田桃子選手の分まで頑張っていきたい大谷さんです。長い手足を生かして、頑張れ頑張れ。こっから なかなかあのクラックに手がかかりません。はい、やはりあの足のジャムががっつり決まるか、まあ、手が決められるかしないと、あそこはちょっと、もしくは最初からクロスでね、あの行ければ。そうだね、うん、なんとなくこう的が大きいじゃない、でいっぱい持てそうな感じだから、みんなもこう絞りきれてないんだろうね、どういうっていう、ね、ちょっと、まあ、クロスで入るのに勇気のいる距離感というか、そうだね、うん、クロスで入れればその後楽なんだろうけどって分かるんだけどね、分かるんだけども、やはりこう手を出そうとした時にあれクラックがっていうね、手が勝っちゃうような感じがするよね。まあ、手前の、まあ、あの張りぼても邪魔しますし ね、こうクロスでキャッチするのも結構相当体安定してないと、どちらにしてもやっぱりこう足ジャムが効いてないと、ね、うん、足ジャムが ね、やっぱホールドの負荷を殺すんだろうなっていう気がするよね。先ほどと同じような登り方、ダイレクトに戦おうとすると結構、ね、難しいですね。確かにあの素人目で見てもなかなか今 のクラックの入り方だとただただ落ちていくだけのようにしか見えないんですけど ね、そこでうまく引っ掛けたい、若干、ね、こう足を突っ張ることで、まあ、また手のホールドですけど若干効くんですけどね、さすがにこう体全体を安定させるほどは、耐えきれないというか難しいところですよね。足がしっかり効いてないとっていう感じがするね。まあ、小林選手の場合は足ががっつり決まったんで、まあ、若干あのホールド自体を手のジャムが効かなくてもね、多少あそこでこう、まあ、動きの選択肢があったんですけどね。最後は深々とこの2日間応援してくださったお客様にお辞儀をしました大谷さん。この最終課題完登できず大谷さん、残念ながら決勝戦は未完登という結果に終わりました。まあ、しかしリードに向けてね、また楽しみなところですよね、太田選手も。そうですね。さあ、ここまでこの最終課題は3人が登って3人ともに失敗、まだ完登者が出ていない最終課題、そして驚異の16歳田島愛香登場です。まだもちろん大きな声では言えませんけれども、この大会初優勝決定ということで ね、そうですね、どうなんでしょうか、自分の中でもう3冠としたもう決まったかなっていうのはあるんでしょうかね、気持ちとしては。ありますね。ありますか。あります。正直もう分かってると思います。そうですか。ただまあどうなんですかね、やっぱり今ちょっと最初のトライ見てるとそんな感じでしたよね。あ、何かこうやるぞっていうよりももう優勝したっていうのが分かってるんですけど、ここはやっぱりこの課題に対してちょっとねモチベーション頑張ってほしいですね。そうですね、まあ、どうせだったら全関東行きたいですものね。そうですね、ここまでは3関東の田島愛香、まだ失敗がありません。これはね、いけるかなと思うんで、今までの登りを見てると今この最初の1手目で落ちるような選手じゃないんでね、
まあ、気持ちの中でもね、そう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 、まあ足を残そうとしてたんですかね。あ、そういうことか。ダイナミックに行けばね、あの最初から行けたかもしれないですけどね。あ、この辺りのね、ここ足も上手いと思うから行ける行ける。ここからはもう、うん、これ右手持ち替えていくんじゃないかな。おお、ね、そうですね、うん、うまいうまい、もう持ち替えたからいけるいける。分かりました。ここから足のフックうまくいいところに決めたいけど、もう大丈夫だと思う。頑張れ頑張れ。あ、あっと、あ、ちょっと左足のフックが甘かったのかなっていう。恨めそうに見上げますと、実は後半もしばらくこう足のジャムがキーになりますね、これはね。いや、今火ついたかな、ちょっと逆に火がつきましたか。火ついた、確かに今の眼光が鋭くなりましたね、落ちた時にガッとキッとやりました、ね、はい。さあ、またギアを入れ直して、ちょっと前を取って次のトライに、これ来ますね。平山さん、来そうですか。はい、来ます。彼女の持ってるその持久力と、やっぱりまあ今までの登りっぷりを見た限りだと、最後焦らずにいければもう全冠ぜひ。まだ残り時間は1分以上あります。いや、あの持ち替えも、うん、振りの強さ、もう愛花ちゃんならではのね、このもう今までやっぱりノーセスカップでもこういうところで驚かしてきてたんでね、愛花ちゃんのその指先のコンタクトは。あー、今度はその手前でした。そうだね、今1分ってイコールだったじゃないですか、はい、やっぱり結構こう休んで最後の勝負にかけてたらよかったのかなっていうような気がしますね。今ちょっと疲労感が出てたんでね、あの1分と言われた瞬間にこの1回で登りきりたいという気持ちの焦りというのもあったんですか。どうなんですか。ちょっとこうやっぱ、まあ、自分の感覚ですけど、トライを焦っちゃってるなと、もう多分見えてるんだと思うんですよ、ある程度、はい、だから時間ある程度待って前腕の疲労だったりとか体の疲労を取ったタイミングでよしっていうのが良かったのかなっていうね。だ今はまあ自分ももう最後のトライだって分かってると思うんで休んでほしいですよね。もうこれが最後のトライになりそうです。これが最後になると思うんで、初優勝に花を添えたい前冠と、まだあるまだある、あー終わりました、タイムアップ。ダブルの持ち替えの疲労感がそうだね、かなりね思ったよりもそう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 濃いですよね。最終課題はクリアできず田島愛花、しかし見事な初優勝でした。3冠と、はい、いやしかし何か最後にもね、まだまだこれで登りたいんだという気持ちが伝わってきましたよね。そうですね、こういう感じで腰に腕を立てているあの後ろ姿は、うん、よしっていう感じには見えたんですけどね、はい。さあ最終課題は5人目です。田島智子選手、いや思いっきりいってほしいな、はい、そうですね、ここまではまだ完登がありません。田島ちょっとね、2位3位争いもちょっと楽しみかな。そうですね、そうですね、ここまでは現在2位が戸田穂れ1完登1トライ、同じく3位、こちら尾上彩が、1完登1トライなんですが、尾上はまだ残ってますんでね、はい、ですから、あとは小林由香が1完登4トライ、はい、それ以下鹿島智子、そして大谷さんが5位6位なんですけども、こちらの2人は、ここまではまだ完登がないということで、今鹿島選手の上りということになります。ですから鹿島選手も、まあ、ちょっと一撃にはなりませんでしたが、これ完登すればまた順位の底上げも分かれます。はい、まあ、2位争い確かに今ご指摘の通り熾烈を極めています。そうですね、ですからこの後の尾上彩選手がこれね完登すれば、うん、そうですね、単独2位ということになりそうですけどもね、まだまだ分かりません。
頑張れ頑張れ。昨年はこの大会は4位に入りました。安嶋智子、新しい家族も加わり、おそらくそのご家族の方も応援に来てくださってるでしょう。そして知り合いの方も多くこの会場に足を詰めかけているでしょう。そこでいい登りを最後に見せたい。とにかく意地の完登、まあ、順位こそついてしまうんですけども、伊藤さん、こういった大会では自分の中ではね、はい、ゼロ完登では終わりたくないという気持ちは各選手持ってるんではないでしょうか。まあそうですよね。ただまあ完登だけではなくてね、そう課題からまあもらえるものっていうのはかなりいろんなものがあるんで、はい、まあ多少こうまあ最後の課題は登りたいっていうのもあるとは思いますけどね。完登よりも何かこう学んでいきたいということですか。そうですね、まあ登れない選手の方がね学ぶことも多かったりもするのでね、あ、まあ終わってみるとその完登だけに価値があるっていうわけではなくて、まあ来年に向けてね、完登、まあできなかった選手がねものすごく強くなる、それがきっかけにもなるとは思うんで、全部つながってるんですよね。ということは、まあ、仮に完登できなかったとしても自分の中で何かを持ち帰って、そうですね、また次の大会で、はい、来年のジャパンカップに、はい、生かしたいということですね。わ、はい、かりました。さあその中で何を持ち帰っていくか。まあでも本当にこう一つでもね順位上に上げたいと思うんで、ボーナス一つでもっていう気持ちもねみんな強いと思うんで、競技者としてはそういった気持ちも当然あるでしょうね。さあそのうまい選手も残り時間30秒を切りましたが、おさあここから右腕を伸ばせるか。いやよく今片手で耐えた。かかった、来た来た、ここからさあこれがいいね、頑張れ頑張れ、はい、来た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 、いいポジションいいポジション、まだね力強さ残ってるから頑張れ頑張れ。そうあの後がね右足が上がれば手が効いてくるんだけども、ああ顔を強調させながら最後の力、いやすごかった、振り絞りましたですね今のは。安嶋智子、なかなかあのボーナス取りはね気合が見れたし、もうこの課題のね大会の途中でこうまた変わってくるっていうね、すごいですよね。この競技中にまた成長、そうだね、できるぐらいのインパクトがあるっていうか、大会っていうのは今すごい自分を乗り越えたような一手でしたね。さあいよいよ女子の決勝、最後のクライマー登場、小野江彩、現在は3位につけています。小野江、しかしこれを登り切れば単独2位が見えてきます。いいぞいいぞ、いいねいいねいいね、足が切れないようになんとか耐えよう。左足耐えて耐えて、いいぞいいぞ、お、いい体勢だ、いい感じいい感じ、お、いいぞいいぞ、腹を押し切っていこう、頑張、しっかり足外れないようにいけるぞ。いや、いけるぞ、いけるぞ、頑張れ、頑張れ、右足が上がるかな、お、あそこからちょっと下半身が左にあるままだとちょっと、ね、右手の利きが、ちょっと切った方がね、両方で耐えた状態で、なんとかね、ボーナスのところまで右足が上がってしまえば、もう安定していける感じがありますね。
まだこの最終課題、一人も完登者は出ていません。最後のクライマーにしてこの最終課題最初の完登を見せたい小野彩。昨年よりも大きく成長しているところをここまでは見せてくれています。いや、しっかり休んでいってほしいな。ここにいる誰よりも自分の可能性を信じています。いいぞいいぞ。やっぱり疲労感は出てくるね。出ますね。まもなく残り時間1分。まだでも底力を出したら、そうだね、可能性が。あとは最後の、1トライ目で、まあ、落ちてしまったところでの、まあ、イメージがねはまればまだいけると思いますね。頑張れ頑張れ、もう気合だ。頑張れ頑張れ、耐えろ耐えろ。頑張れ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 、いいぞいいぞ。頑張れ頑張れ、いけるいける、まだ力残ってるぞ。足上げろ足上げろ、いいぞ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 。頑張れ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 、いける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 、それで効いてくる。頑張れ頑張れ、いけるぞいけるぞ。ここでいけるいけるいける、ナイス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 、いけるぞいけるぞいけるぞ。ああ、最後まで最後の1回。いやー難しい。いや、この最終課題はみんな最後の1回に見せてくれました。小野彩も例外ではありませんでした。しかしこの最終課題、誰一人として落とし入れることができませんでした。小野彩の決勝戦もこれにて終了いたしました。いやー、全選手素晴らしかったですね。かなり見せてくれました ね、 ね、最後の最後に。さあ、改めましてボーダリングジャパンカップ2015女子の決勝戦が終了いたしました。決勝戦終了して、ここまでの最終結果をお知らせしたいと思います。まず6位からいきます。6位が太田梨沙、5位が鹿島智子、4位が小林優香、3位小野彩、2位戸田誉れ、そして見事に野口啓代の後継者となりました。今大会初優勝者となったのが田島愛香16歳という結果になりました。いや、改めまして伊藤さん、はい、この決勝戦振り返られて、はい、そして初優勝者も出ましたけれども、総括をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、本当にまあ課題も素晴らしかったし、まあ、選手のね、4分間の中でのね、変化というか、まあ、課題に対してのその、まあ、対応力だったりとか、まあ、疲れていく中でのね、最後のトライの底力、うん、本当にもうやはりまあ今大会のファイナリストだったのかなっていう、本当に素晴らしかったと思いますね。そうですね、はい、女子の方を見てみましても、最終課題一番手数が多くて一番体力を使われそうな、そんな課題だったんですけども、平山さん、はい、もう疲れてるのはもう重々承知の中で、みんな、ね、最後のトライで見せてくれましたよね。そうですね、やっぱりみんなのその魂というかね、この大会にかける思いという